ははいこんにちは、えー、合格答案作成講座の刑法第1回の講義を始めます、えー、担当講師の反町ですよろししくお願いしますで、えー、と今日から刑法刑事訴訟法の方は、えー、と私の方で担当するということになりますけれども今日、刑法第1回ですので、えーまあ、私が担当する刑法刑事訴訟法で、まあ、あの共通の、えー、この講義の進め方についてまず簡単にガイダンスをしてから始めたいと思います。 でえー、と,とりあえずあの、刑法についてのお教材ですね、お手元にあるかと思うので、えっ、ー、一旦ちょっと教材確認しますね。えー、とまず、問題集ですね。で、えー、共通のお教材としては、この問題集という冊子と、えー、定義集という冊子。 であともう一つ、論証集という冊子ですね。冊子が3つ、製本されている冊子が3つで。まずこれが共通の教材として配布されていると思います。まず,まず確認してください。で、えっ、ー、と、私の方のクラスで配る補助教材としてですね、これは、えっ、ー、と、これも3つなんですけど、まず講義ノートという冊子と、 えと判例集が2つ、判例集1と判例集2ですね、えー、この3部、まあ、合計6冊ですね、製本されているものが3部と、えっ、ー、と、レジュメ形式の冊子が、えー、3部と、で、えっ、ー、と、今日お手元にですね、えー、合格答案作成講座の刑法・刑訴処方法実施要項という1枚紙でちょっと配布しているので、えっ、ー、と、これを、 手元に置いていただいて、ちょっと進め方を確認していきます。えっと、今確認しました配布教材として、全クラス共通教材が3つですね、問題集、論証集、定義集。で、えー、私のクラスの補助教材として、えー、判例集と講義ノートですけど、えー、ごめんなさい、講義ノートは一部か、で判例集が1と2で、えー、3冊あります。 で、この講義に持参していただくものですけれども、えー、問題集と判例集と講義ノート、であと6本ですね。えー、論証集、定義集については、これはあ自習用の教材ということになりますので、えー、とこの講義では直接言及はしないので、えーと、講義に持参していただく必要はないです。あの適宜復習の際に参照していただく形で使ってください。 でえー、この講義の進め方ですけれども、えーまあ、大きく分けて3つの段階予習、講義、復習という形で3つの段階で、えー、とガイダンスしておきますまず予習ですけれども、えー、と各会で扱う問題これ毎回8問から9問が目安ですけど結構な分量ありますよね、えー、とこれ刑法は毎年そうなんですけどかなり時間的にはタイトというか厳しいです。 えとこの、えー、厚さの1冊をですねべ、えー、て扱うということになりますので結構厳しい、スケジュール的にで、えー、と毎回8問から9問が目安で進めていくことになりますけれども、えー、各自、ですね、えー、その次の回で扱う設問については各自検討、事前に検討し、答案構成までして、講義に臨むようにしてください。 えー、答案構成ですので、実際に答案をフルで作成するという作業を全部の問題、予習の段階でやる必要はないです、えー、答案構成ですから、まあ、刑法だとだいまあ在籍について論じなさいという説問がついているので、えー、公の在籍、乙の在籍、それぞれえ何罪で、えー、どの要件をどういう順番で検討するみたいな形で、答案構成を作っておくと。 で、それを、まあ、この講義の中で検証していくと。各自、事前に行った、答案構成について検証していくと。そんな形で予習は考えていただければいいです。で、この講義の中でですけれども、この講義でやる、この講義の中でやる作業としては、実際に各問題について、問題の所在を把握し、論述すべき事項を確認した上で、判例集と講義ノートを用いて、 ええと、まあ、ちょっとここが特色ですけれども、あの、問題の解説だけにとどまらずですね、まあ、この問題が解けるようになるというところ、ね、えー、まあ、まずはこの問題がきちんと解けるようになるというところが目標だけど、そこに目標としては、えー、とどまらずですね、えー、そこの問、当該問題が扱っている、法分野の法解釈論、 あるいは事例,の事例の検討方法については似たような別の問題が出た場合でも十分対応できるようにきちんと理解しておく必要があろうと,ということでそこで補助教材を出していますので判例集や講義ノートを用いて法解釈論や事例の検討方法について解説をしていきます。 えなのでまあこの講義を受けていただくともちろんあのこの問題集に載っている問題の解説はするんですけれども、もう一度ね入門講座でやった刑法の基礎理論、基礎知識についてきちんと一通りもう一度復習するという形を取りたいと思いますので、そこでねこの判例集講義ノートが必要になるので、持参してきてきくださいで各設問に重要度のランクをつけていきます。ABC3 段階で一部8 一点問題、応用問題について、えー、応用っていうマークをつけることもあるんですけど、基本は ABC の3段階で分けていきます。で、これは復習の際のメリハリ付けにしてください。えー、もちろん A ランクが重要度が高く、かつ品質だと。 で、BC っていう形で、一個一個ランク差をつけていきますけど、えー、まあ、B ランクはそこまで、えー、ていうか品質とまでは言えないかなっていうところを B ランクにして、C をつける場合は、これ C つける場合はちょっと2パターンあるんですけれども、あの、そもそもほとんど品質ではな,ないと。 おほとんど出題可能性がないだろうということで、重要度が低いから C をつけるっていうパターンと、あともう一つ、ちょっと現段階で扱うには、内容が細かすぎたり、あるいは応用的すぎたりということで、現段階の復習としての優先順位は低いという意味で C をつけるということもあるので、復習の際の目安としてください。まずはだから A ランクつけた問題をきちんとすべて正確にね、 え、分析できるような力をつけるということが目標になります。で、復習の際ですけれども、今言った話と繋がってきますが、主に講義で A ランクをつけた問題。はい、これを中心に、あの、講義での解説も踏まえて、えー、実際に制限時間内で、え、答案を作成するという作業をしてみましょう。まあ、制限時間の目安、これ、あの、説問によってね、ちょっと制限時間が、 えー、ばらつきがあるんですけど、あの分、説問の分量がね、えー、問題によって違うんで、まあ、大体およそ30分から1時間の目安の問題にはなっています。で、その時間内で実際に答案作成をしてみるということを、まあ、毎週繰り返しやってください。あの、全部の問題やる必要はありません、えー。特にこの問題が重要だまあ、講義の中で指摘しておきますので、そういう問題を中心にね。で、これは毎週繰り返し継続して答案書く作業は続けていくと、これが大事です。 あの出力はですね、えー、やってないと落ちていくんですね。 書き慣れているっていうことが、まず何よりもアドバンテージになるのが論文試験なんです。だから、その内容の、まあ、正確さだとか適切さっていうのももちろん大事だけれども、とにかく書くということ自体ですね。書くという作業、その練習をすること自体が一つの課題というか目標になるので、この講義をペースメーカーとしてですね、毎週、必ず一通は答案書く、そういう癖をつけていくということが、試験対策としては有効だろうと。 思います、えーまあ、ただ注意点、えー。問題数が非常に多いから、全部やる必要はないですね。どの範囲の問題まで答案作成を実践するか、これはもう各自の学習の進度に応じて適切に判断してください。えー、もちろんやらなきゃいけない科目は刑法だけではないですからね。えー、各自の、まあ、苦手分野だとか得意分野だとかあ、高個人の差があると思いますので、えー、それに応じて適切にいい習得していくと。 とううとですねとにかく共通するアドバイスとしては毎週継続的に書いていくこと、これが大事です。はいでまあ、実際のこの講義の中でやる作業は先ほど言った問題にランクをつけて、で論点について正確な知識を習得すると、まあ、この講義は基本的に判例の考え方をベースに進んでいきますので、判例の理解をしっかりつかまえると。 でその上で、えーと、この問題集には参考答案が載ってますので、えー、参考答案について、私がこの場で、ね、言及しながら、まあ、添削していくようなイメージですね、参考答案を添削していって、どういうふうに論述すればいいのか、どういうふうに問題を分析すればいいのかというポイントを解説していくと、そんなイメージです。はい、じゃあ、早速始めていきましょう、えー、先ほども言ったように、ね、非常に刑法はスケジュール的にはタイトになるので、 えー、ちょっと急がないと最後まで終わらないだろうという感じになっておりますが、まあ、ただ今日は初回で皆さん事前に問題検討してないと思いますし、えー、予習してないと思いますので今日はゆっくりやっていきますけど、えー、少し慣れてきたら、ね、ペースアップしていくというような覚悟で臨んでくださいじゃあ早速いきましょうまず問題集の第1問からスタートします 今、プレゼンターに第1問の問題部分を移しています。で、ちょっと問題からじっくり、今日は最初なので検討していきましょう。まず、この問題文のところで、あっ、えー、まずやる、最初にやる作業は、ランクをつけます。第1問は A ランクをつけます。まあ、いきなり A ランクですね。 えー、今日中心的に復習してほしいなと思っている問題が2つ3つぐらいあるんですけど、まあ2つぐらいかな。そのうちの1つです。で、えっ、ー、と、この今画面に映している説問部分で黄色でマーカーを引いてある部分。はい。これ問題を読むときに皆さんに着目してほしい、えー。そういったところにですね、えー、黄色を塗っています。で、刑法の場合は、 えー、説問のリクエストがね、決まっているので、この、在籍を論ぜよって、これが説問のリクエストなので、えー、基本的にはこれが求められる作業なので、えー、在籍を検討するにあたって、その検討対象は人の行為ですから、えー、犯罪の成否が問題となる行為をピックアップして、 黄色でマーカーを引いています。だからこの黄色でマーカーを引いた部分の行為について犯罪の成否を検討していくっていうようなイメージ。で、まあ、プラスアルファでちょっと重要なところにマーカーを引いたりしてる部分もあるので、それは適宜言及していきますね。で、そうすると、まず問題文見ていくと、こうは、深夜繁華街車を運転していたところ、前方不注意により、えー、歩行者 X を跳ねてしまった。まずここで行為が出てくるんですね。 で、この行為について、まず問題になるだろうと。で、その後、こうは車から降りて様子を見に行ったが、X が血を大量に流しているのを見て怖くなり、死んでも構わないと思ってそのまま逃げてしまった。ここにも行為が出てきます。えー、こういうところを、こう、なんていうか、ピックアップできるように、まあ、この辺はね、慣れがあるんですけれども、説問を読んだ瞬間に、あ、ここが問題になってると、とこの行為が問題だっていうのを、こう、見抜けるようにね、えー、訓練をするとね、慣れてくるとなってきますので。 でえー、とまず2、3注意したいのがあまずここはこうの行為だから、えー、行為者にちょっとチェック入れておくか、いずれもこうの行為だから、丸こうというふうにしておきます。で2、3ちょっと注意点を言っておくと、えー、1つ目の行為は跳ねてしまった、2つ目の行為は逃げてしまったなんですけれども、枕言葉がちょっと違っていて、1つ目は前方不注意によりなんですよね。 で、二つ目は死んでも構わないと思ってなんですよね。はい、この主観面。行為者の主観面が記述されている部分は着目です。問題文で。えー、まあ、何が言いたいかわかると思うんだけど、前方不注意によりって言ったらこれ過失だなってことを表してますよね。で、それに対して死んでも構わないと思ってと。 構わないと思ってるってことは、これは死亡結果について、任用があると。死んでもいいと思ってるということだから、これは故意なんですよね。密室の故意。密室の故意というふうにメモを入れておきますけれども。このようにですね、問題文に、故意者の主観面をえ描写する記述があった場合は、要チェックと。 死んでも構わないと思ってある行為をやって、で、結果ある人が死んだっていうような事案だったら、これはもう十中八九殺人罪検討してくれっていう目印ですからね。この恋、殺意を表すね。こういう人用を表す言葉。はい、これが出てきたらもう殺人罪の目印だというふうに捉える。これ一つのポイントです。さて、その後、その30分後に現場付近に住んでいたオツが、 え、登場人物が増えました。オツが出てきましたね。X を発見し、車まで病院に連れて行こうと思い、えー、自宅のガレージまで X を背負って帰った。しかし、えー、まあ、背負って帰ったっていうところも行為だけど、ここはなんら犯罪該当性が問題になるようなものではないので、チェックは入れてないです。しかし、オツは、ガレージ内での X の顔をしっかり見たところ、 X が兼ねてから恨みなる人物であることに気づいたため、このまま死んでも構わないから放っておこうと考えて、そのままガレージに放置したと。放置しておいた。ここで、今度は O2 の行為が出てきますね。お通というふうに、メモを入れておきますけれども。で、先ほども言った、やはりね、ここでも主観面出てきてますね。死んでも構わないからっていうふうになってますね。これも密室の行為。 ですからやはり殺人罪の検討がここでも求められているという目印です。これもそうだよということでいずれも密室の恋を表す言葉になっていますね。 こういうところにパッとこうチェックして何罪の検討が求められているかっていうことに素早く反応できるようになると。まあ、慣れてくるとね、えー、そういうふうになっていくと思います。その結果明け方頃には X は出血多量で死亡したということですね。オツが X に病院を運んでいれば確実に助かった場合であったと。で、えー、とちょっと種明かしというか、この後出てくる論点として、このね、必ず助かったっていう事情、やってればきちんと 救助してれば助かったんだと助かったはずだというこの事情ねこれ救命可能性って言ったりしますけどこれをどういうふうに考えるかこれは論点との関係で後ほど説明します。救命可能性という形でメモを入れておきました さて、じゃあ,あ、回答例を見ていきましょう。で、回答例については、えっ、ー、と、これもあらかじめマーカーで、えー、いくつか色をつけている箇所があります。えー、まあ、黄色は問題的的な部分、問題の所在を表す部分、あるいはキーワードを黄色で、えー、どちらかというとなんていうか価値中立の部分ね。で、赤でゴチックにしている、色塗ってる部分は規範とか、あるいはその解釈論の部分。 ですね。それを赤で塗ってあります。そんなイメージで見ていくと、まず、当案見ていくと、うは死んでも構わないと思っていくを放置していると。まずうの在籍から検討してますけれども。ということで、殺人罪が成立しないか、うの不作為に殺人罪の実行行為性が認められるかが問題となる。ここで問題提起をしています。 死んでも構わないと思ってというのが先ほど言った密室の行為ですのでここで密室の行為があるから殺人罪を検討するぞとそういう問題提起をしてますねさて実行行為性があるかと。 その場に放置して立ち去ったっていうことが殺人の実行行為と言えるのかと。で、実行行為の定義、実行行為の意義をここで解釈論を述べてます。実行行為は、あ犯罪の結果発生の現実,的現実的危険性を有する行為だと。えっと、まずまあ、この定義から出発するというのが基本です。で、現実的危険性を有する行為ってどういう行為かと。 えと皆さんが殺人行為って言われてどういうものを思い浮かべますかと聞かれてですねこう典型的に思い浮かぶ行為っていくつかあると思うんですよもうピストルで撃つとかね首絞めるとかえあるいは包丁で腹を刺すとかえ典型的にこう殺人の殺人行為だというふうにねえ頭に思い浮かべるような行為ですでそれは実行行為性はほとんど問題にならないわけだよね類型的に極めて危険性が高い行為としてパッと思い浮かぶ行為 ところが、試験で出るのはそういう行為じゃないんですね。えー、パッと思い浮かばない行為です、えー。パッと思い浮かばないような行為に殺人の実行行為性があるかということを検討させるのが試験問題。えー、だから、ね、例えば、この道端に苦しんでいる人を放置して走り,走り去る行為とかね。あるいは、えー、お医者さんが看護師に 情報を知らない看護師に毒入り注射を渡して患者に注射させる行為とかね、まあ、それは間接性犯の典型事例ですけれどもそういう実行行為性が問題となるような行為っていうのはすなわちパッと思い浮かばないような行為ということです。 殺人の実行行為って何ですか殺人、典型的な殺人行為って何ですかって聞かれて今言ったような、今言ったような行為を思い浮かべる人はいないんですね。思い浮かべる人がいたとしたらそれは法学部の人なわけで。普通の一般人はね、一般の人はそんな行為は殺人行為だって、まずは思い浮かばないと思います。で、そういう行為に実行行為性を検討させるのが問題の所在なので、えさらにここから先実行行為性があるかって詳しく検討していく必要があると。えー、不作為。 何かをしないこと、求められる作為をしないということがあ、実行行為と言えるかどうか。はい。これはどういうような事情によって、えー、基礎づけられるのか、えー。どういうような要件になるのかというのが、まず最初の問題の所在になってきます。えっ、ー、と、判例集を見ていきましょう。えー、あれ判例集にちゃんと入れた。 えっと、判例集適宜参照していきます。あの、最初のうちはまず判例集1ですね。1が総論で2が各論になってると思いますので、えっ、ー、と、総論の方を見ていきます。えっ、ー、と、4ページ。判例集の4ページです。で、まあ、とにかくこの判例がリーディングケースということになりますので、平成17年7月4日の判例ですね。これを見ていきましょう。え、いわゆるシャクティーパッド事件と。 はいえー、不申請不作違反による殺人罪の成立を最高裁として初めて認めた判例ですねでここでは実行・公性を導く事情としてどういう事情を指摘しているのか判例がこれが重要ですね見ていきましょう、えー、被告人は生命のキス、えー、事故の責めに期すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた はい。まずこれが着目ポイント、その一つ目です。事故の責めに期すべき自由、自分に責任があるってことだな。先行行為と言われるもの。先行行為と言われる。自分のせいで危険を生じさせていると。しかも、生命という重要な法益に対して具体的な危険ですね。 具体的な危険の喪失というふうにメモを入れておきますけど自分の行為で具体的な危険を作り出したこれが1つ目の事情でもう1つ重要な事情ですね患者が運び込まれたホテルにおいて被告人を信奉する患者の親族から重篤な患者に対する手当を全面的に委ねられた立場にあっ はい。あなたしか助けられる人いなかったんだ。他に助けられる人は誰もいなかったんだよっていう事情。これは排他的支配とか言ったりします。 今、二つのポイントを指摘しました。先行行為、自分の行為で危険、具体的な危険を喪失させたと。この危険も、ね、えー、抽象的な危険じゃないですよ。具体的な危険、切迫した危険ですね。ほっときゃ死んじゃうよっていう状況を自分が作り出しているで、しかも、その状況であなたしか助けられないよ。排他的支配。この二つの事情が揃うと、どうなるか。えー、判例は、この二つの事情が揃うと、 こう言ってます。直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負うんだと。はい、この義務。これが重要です。作為義務というやつですね。 この2つの事情が揃うと作為義務が発生するんだとでそれにもかかわらず密室的な殺意を持ってこの作為義務に違反すれば不作為による殺人罪成立って言ってます、えー、ポイントをおピシッとね、えー、捉えてください この殺意も大事ですね密室的、当然ね、殺人罪だから、密室的な殺意も要件になりますけどね。だから、実行行為制の問題としては、このね、作為義務に違反したと言えるか、ここが重要で、作為義務が生じるにはどういう事情が必要なのかと、えー、そういう観点から判例を見ておくと、分析しておくというのが、ここで重要なことになります。 で、ポイント一つ言っておきます。この作為義務っていうのを、皆さん、答案に書くときに、えー、作為義務があるとかね、えー、あるいは救助義務があるとか、保護義務があるとか、漢字四文字で書こうとするんだけど、えー、こう、判例を見ると漢字四文字で作為義務を認定した判例ってありませんからね。え必ず、何が言いたいかって。必ずこれ内容を特定すると。何をする義務なのか。 救助義務つっ,っても何をして救助する義務なのか分かんない。漢字4文字で書かれると。えー、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務と。こういう形で具体的に義務の内容を特定してください。えー、これがポイント。これができるだけで相当答案が多と、差がつきます。 内容を具体的に特定するっていうメモを入れておきました。えー、単に救助義務とか保護義務とか漢字四文字で認定しないでね。何々すべき義務っていうね。えー、やんなきゃいけないことの内容をきちんと特定すると。自分が手当てすればいいっていう義務なのか、それとも病院に連れて医者に見せなきゃいけないっていう義務なのか、それで全然評価が変わってきますよね。義務の内容がわからないと実行行為の中身がわからないということになるので、 ここをきちんと特定できてないと実行行為がしっかり特定できてない。そういう答案になっちゃう。なので気をつけてください。一応もう一個判例見ておきます。これ地裁だけどね。東京地裁の昭和57年の判例で、もう一個参考判例が出てますので、これも見ておきましょうか。今は言ったのと同じ観点で見ていきます。まず一つ目の事情だよね。ここだな。事故の行為により死亡させる説 圧迫した危険を生じさせたものだっていう認定をしてますね。これ丸一番だよね。え、さらに。二つ目。救助を引き受けた上で、支配領域に置いていた。これ排他的支配を。及ぼしていたっていう、こう二つ目の事情だよね。 で、えっと、この判例は明示的にもう一個要素を出してる。ここだな。え、治療、医師による治療を受けさせることが格別困難であったともいい。認められる事情は損しない。これは、作為、これ三つ目、丸三と書いておきますけど、え、この丸三はさっきの、 最高裁の方はもう当然の前提とされていたので、えー、このね、判決文の中に明示的には出てこなかったけど、こっちでは明示的に出してますね。えー、治療を受けさせることは別にね、難しいことじゃなかったよと。はい。これは作為の容易性可能性と。当該作為に出ることはできたよと。 え全然難しくなかったよ、はい、これらの事情から何を認定したか作為義務を認定してますね、えー、どんな作為義務かこれも、ね、作為義務の内容をきちんと読み取っておくここからだな総称の悪化を防止しその生命を維持するため医師による治療を受けさせるべき法的作為義務がここが作為義務になってますね この作為義務に違反したら殺人の実行・行為性が認められると、えー、講義ノートでまとめておきます講義ノートの論点1番不作為による殺人の実行・行為性と今度、えー、ノートの方を開いてください で、えー、殺人の実行・行為性を認めるには今言った作為義務が必要だとで何々すべき義務、ね、内容を具体的に特定することが大事だよとこの注意点は重要なのでもう一度書いていきますけど内容を具体的に特定すると。 何をする義務なのかってことをきちんと、きちんと,と、答案上で特定すると。はい。で、この義務を導き出す事情として、先行行為による具体的な危険の喪失という事情、事実上の引き受けなどによって排他的支配を及ぼしていたという事情、この二つが重視されていた。で、プラスして、作為の可能性容易性という事情も認定されていたと。こういう感じですね。 まあ要するに、危険な原因を作ったのはあなたですよと。そして、結果を防止できたのもあなただけですよと。助けられたのもあなただけですよと。危険を発生させた原因はあなただし、結果をコントロールできたのもあなただけだと言えるときは、作為義務が生じるんだとあの。そういう感じです。さあ、でこれがあ不作為の実行行為性の基礎になりますので、それを踏まえて答案見てみましょう。 問わんに戻りますで見ていくと不作為によっても結果発生の危険性を生じさせることができる最も自由保障の観点から不作為による実行・行為性が認められる範囲を限定するべきだとそこでっていうことで作為義務の有無 え、作為の可能性容易性を考慮し、えー、作為と構成要件的に同価値と認められる不作為に実行行為性が認められる。まあ、こういう解釈論を出してますね。えー、と、同価値と認められるっていう言葉自体はあまり意味がない。えー、要は作為義務に違反しているっていうことの言い換えなんでね。作為義務があったのかどうかが重要です。ここが一番重要。で、プラスして作為の可能性容易性を、ね、えー、ここを前提としなきゃいけない。 そして作為義務の有無については作為義務を導き出す事情として、まあ、あこういう事情を考慮するよということを言ってますね法令とか契約とか事務管理とか排他的支配とか社会,的経社会継続的保護関係等とかね、えーまあ、ここはですね結局 規範としては1個レベルの下の規範まあ、改規範とかね、改基準とか、そういったりしますけど、要は基準を判断するために考慮する要素、判断要素、考慮要素っていうやつです考慮要素、判断基準 判断要素、考慮要素の、まあ何でもいいけど、あるいはメルクマール、メルクマールとか言ったりします、はい、あの論文を書く上で、解釈論をまず書いて、その判断基準を書くんですけれども、そこを一個、もう一個、具体化すると、えー、だから、上位規範としての作為義務。 作為義務を判断するための会基準会期範としての、このメルクマールとしての法令、契約、事務管理、配当的支配、社会継続関係とかね。えーまあ、こういうふうに会基準を出してそれに当てはめるっていうような形をとると。まあ、これ一つの論文のテクニックではありますね。でもただ、こういう基準を書いたからにはちゃんとあって、この基準に当てはめる形を取った方がいいんだけど、 えっと、ちょっと当てはめのとこ見ていきましょうか。まず、X を救護することは可能かつ容易だったって、可能性、容易性はここはもう簡単に認定していると。これはいいでしょう。丸2の方はね。で、問題丸1の方。作為義務発生するのかと。しかし、項が X を放置したのは、繁華街という深夜で人通りのある場所だから、排他的支配を設定して死亡に至る因果の流れを支配しているとは言えない。うん。 これはいいですよね。でただ、他方で、まあまず一つ、まず一つ前提として、この法令を出しているから、作為義務の判断基準の一つの、ねえー、メルクマールとして法令を出しているから、法令上の地位は指摘した方がいいでしょう。法令上の地位って何かというと、この場合は、えー、交通事故を起こしてますから、 道路交通法上の救護義務は発生するんだよね。これは道交法です。道交法上の 道交法72条というふうにメモを入れとくけど、道交法72条の救護義務、まあ、あの交通事故発生したら現場で怪我した人を手当てしなきゃいけない、救護しなきゃいけないって、これ道交法上はそういう義務があるから。まずこれは法令上の地位として指摘した方がいいでしょう。ただそれが、イコール警報上の作為義務になるわけではないから、一つの事情です。え、プラス、やはり本文では先行行為の指摘は不可欠だよね。 先行行為の指摘先先行行為何ですか先行行為為ですかの指摘というふうにメモを入れておいたけどこれまさしく自分で事故を起こして怪我させてるわけでしょだから危険生命に対する危険を発生させたのはまさに自分自身が起こした事故なわけですよねだから事故の責めに帰すべき自由により相手の生命に具体的な危険を発生させたんだとここをきちんと認定した方がいいですね え先ほどチェックしましたけど前方不注意で X をはねてねで大量に出血してるっていうんだからこれは事故の責めに期すべき自由によりえ生命に具体的な危険を発生させてますよとまずここはきちんと指摘した上で他方で繁華街だし人通りも結構あるからあなたしか助けられなかったっていう状況ではないかなと排他的支配に置いてないかなと。 いうことで、排他的支配を設定していたとまでは言えないから、だからここでは作為義務は生じないよと。そういう認定になってます。結論はこれでいいですけどね。えー、従って、えー、実行行為性は認められない。結論としては否定してます。はい。だから殺人罪は成立しないというのが結論になってますね。 じゃあ、あとは、ね、この、逃げてしまったっていうところは殺人罪にはならないよっていう結論になったので、あとは、じゃあ、この前方不注意で怪我させてしまったと、ここですね。えここが過失の責任ですので、え過失致死罪になるかというのが次の、検討と。まず、ここまでいいですか 過失運転致死罪。これ、自動車運転処罰法という、今、昔はこれ刑法の業務上過失致死でやってたんですけれども、法律が変わって立法されて、こういう特別法の犯罪になりましたけどね。ただこれ、この自動車運転処罰法っていう法律は、司法試験の出題範囲に含まれる法律ということになっているので、論文試験で出題されても、これはおかしくはないと。 いうことですね。えー、自動車運転して怪我させた場合は、この犯罪になりますと。はい。で、えっ、ー、と、不注意で跳ねてるから、自動車の運転上必要な注意を怠ったと。あ、これ、条文はね、書いてありますけどね。問題文の方に条文は書いてありますけど、この過失運転致死傷についてはね。えー、この犯罪ね。で、構成要件としてはこれです。自動車の運転上必要な注意を怠ったり、酔って人を死傷させたと。 はい。なので、ここの認定をしているわけですが、まあ、これはいいよね。不注意で人を跳ねているから、あ自動車の運転上必要な注意を怠ったということは問題ないでしょう。そして、X は、こうに車で離れたことにより、負った傷から大量に出血したことにより死亡していると。だから、まあ、実行行為があって死亡したという結果があってと、ここまではいいんです。もっとも、こうが X を跳ねてから、X が死亡するまでの間に、 オツが X を自宅ガレージから運び出して放置したという事情が介在しているよとはいここで、ねえー、じゃあこれ結局 X の死亡結果っていうのはこれ結局オツの行為によって生じたものでコウの行為によって生じたのではないんじゃないか因果関係が認められるかが問題点のこれが2つ目の問題点ということになります えー、実行行為と結果発生との間に他人の行為が介在しちゃってますね。オツの行為が介在しちゃってます、はい、で、えーつ目の、今日2つ目の問題点はこの因果関係ですけれども、えー、因果関係については、えー、まずこの規範を見ていくと。 えー、因果関係の損否はあって、ここ見てください。実行行為の危険が結果へと現実化したかと。という観点から判断するという基準を書いてますね。で、ただね、これでいきなり当てはめしちゃってるんだけど、ここはやはりさっきの判断基準、メルクマールを書いた方がいいと思います。危険の現実化っていう言葉は、これみんな答案に書くんだけど、 危険の現実化、これキーワードです。で、これはみんな答案に書くんだけど、結局危険の現実化って何なのかと。どういう場合に危険が現実化したって言えるのかと。危険が現実化したか否かの判断基準は何なのかと。これをちゃんと分かってないと当てはめができないんですよね。まあ、言いっぱなしになっちゃうよね。危険現実化してるとかしてないとか勝手な評価をするだけになっちゃうので、判断基準を示した上で当てはめると。 先ほどの解期判、解期順、考慮要素、これを示した方がいいです。判断基準を示して、当てはめで。この答案は、危険の現実化っていうキーワードは書いてあるけど、この危険の現実化の判断基準が書いてないんですよね。どういうい要素でもってこれを判断するのか はいで、これを判例から読み取っておくという学習が必要になります。で、判例集を見ていきましょう。 はい。えっ、ー、とね。まあ、因果関係に関しては、まあ、極めてたくさんの判重要判例があって、卓越対策とかの関係ではね、えーほ、あの、これ、最高裁判例はすべて押さえとかなきゃいけないんですけど、その意味ではね、えっ、ー、と、7ページから判例出てますけど、えー、判例集ね。判例集7ページから。で、こっから7ページ以降のこの因果関係の判例は全部押さえとかなきゃいけないんですが、あこの危険な現実化っていう観点から、いくつか類型的な判例をピックアップして、 ええと、この講義では、ああ、解説しておきます。まず一つ目見てほしいのは、8ページですね。判例集の8ページの、平成16年10月19日。これですね。これは星印入れておきます。 他人の行為が、ちょっとあの事案はきちんとね、えっ、ー、と復習の時にね、えー、事案を把握して、もう一度半紙を見といてほしいんですけど、講義ではポイントだけ指摘しておくんでね、この他人の行為が介在して結果が発生した場合に、えっ、ー、と、一つ判例が言っているのはこういうことなんです。その他人の行為が、被告人の実行行為に誘発されたと。 他人の行為から結果が発生してたとしてもその他人の行為は被告人の実行行為に誘発されてるんだとはいこの誘発されてるパターン誘発型とこれが一つ目の類型誘発型というふうに名付けておきますけど 誘発されてるから危険が現実化したんだっていうのが一つ目のパターンです。えっ、ー、と、いくつか判例紹介しておきますね。えっ、ー、と、判例集10ページ見てください。10ページの平成4年12月17日夜間潜水事件。これも星印入れておきます。 これも結局、被害者側に、ね、被害者側の不適切な行動が介在しているって言ってますね。不適切を欠く行動があって、それによって結果が発生しちゃってると。と言ってるんだけど、結局、この被害者側の不適切な行動っていうのは、公の右行為から誘発されたものであって、と。 その介在事情が誘発されているというこの事情ですね、誘発されている、ここを認定しています、これも誘発型。誘発型。 はい。えっ、ー、と、判例が危険の現実化を肯定する一つ目の類型がこれです。介在事情によって結果が発生したとしても、その介在事情が、ね、被告人の行為に誘発されてるよという場合ですね。で、これともう一個。えっ、ー、と、ページ数ちょっと戻ります。八ページ。判例集8ページ。大阪難航事件。これ星印です。 はい、これはどういう類型かというとポイントはここですね犯人の暴行により死因となった障害が形成されたと結局最初の実行行為でもう死因が形成されているとだからその後第三者によって暴行が加えられたとしても これも他人の行為が介在してはいるんだけど、その他人の行為はほとんど影響がなかった。死期が早められたに過ぎないと。死期が早められたに過ぎないよと。死因は変わってないよと。と元々の死因で死亡してると。最初の攻撃が原因で死んでると。だこれは介在事情があったとしても、介在事情がほとんど影響を与えていないなっていう場合。えー、これを、 誘発型に対して直接原因型と。直接原因型というふうにメモを入れておきます。これがもう一つの類型ですね。 判例としてはもう一個指摘しておきますね。直接原因型の判例。11ページ。判例集11ページの平成16年2月17日。これも星印入れておいてください。これもですね、もともと最初に被告人が与えた攻撃によって、えー、死因が形成されていると。 それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷だと言っている。で、その間ですね、被害者が医者の指示に従わないで、ね、こう不規則な行動をとったことによって安静に努めなかったことによって、病状が悪化したっていう事情があるんだけど、これは単に、それ治療の効果が上がらなかっただけであって、死因は変わっていない。まあ治療の効果が上がらなかったに過ぎない。まあさっきは死期を早めたに過ぎないと。 同じようなニュアンスですね。単にそれぐらいその程度の影響しか与えてない治。治療の効果が上がらなかっただけだと。元々の最初の攻撃が死因になっていると。これも直接原因型と。いうふうにメモを入れときます。さて、えー、判例が、 危険の現実化を肯定する典型的な、類型的な2つ。これを今、学習しました。ちょっとまとめておきます。講義ノート、論点3番ですね。イメージ図、イメージです。危険の現実化の類型のイメージです。誘発型っていうのは先ほども言ったように、 介在事情が結果を発生させちゃった場合なんだけど、その介在事情が実行行為に誘発されている。こういう認定をする場合。直接原因型っていうのは、介在事情確かに存在してるんだけど、ほとんど影響を与えてない。指揮をあやめるぐらいしか影響を与えてなくて、死因はこっちだと。実行行為がそもそも原因を作っている。 こういうことで、海在事情の影響は無視できるほど小さいと。はい。この二つ。これが代表的な二つの危険の現実化です。で、実はもう一個あるんですけどね。三つ目があるんですけど、これはちょっと応用なので、えっ、ー、と、まず当面はこの二つですね。この二つをマスターして、え当、ー、案で分析できるようにすること。で、三つ目のこの危険状況喪失型っていうのは、 実行行為は、開催事情に影響を与えたわけではなく、かつ開催事情が結果を発生させている。その意味で、ね、この影響力は非常に大きいというふうに言える場合なんだけど、ところが、実行行為そのものがですね、そもそも開催事情が発生するような状況を作っていたと。開催事情が発生しやすい状況を実行行為が作っていたと。 直接影響を与えてるわけではないんだけど、介在事情が起こってもおかしくない状況を作っていて、一び介在事情が起これば、もうさ、絶対結果が発生するような状況を設定していたと。えー、これが危険状況喪失型のイメージなんですけど、えっ、ー、と、判例1個だけ指摘しておくので、えっ、ー、と、これは復習の際に読んでおくだけでいいです。えっ、ー、と、あれどこですか、ね あこれですねこれを指摘しておきますので、まあ、職種の際はこれを合わせて読んどくといいです。えっと、判例集8ページですね8ページの一番下の平成18年、これ危険状況喪失型の判例で当然、択一試験とかではこの判例、もばんばん出るからああしっかり押さえておいてください。 え、トランクに換金して道端に車をね、えー、路中してたら、後ろから車衝突されて、トランクがぺっちゃんこになって死んじゃった、というやつですね。で、これトランクに人を乗せてたら、どういうことが起きるかっていう話です。トランクに乗せてたら、トランクっていうのは、ね、えー、それは、ああ、こう、なんていうか、防護構造を持ってないわけだよね。あの、これが普通に、え、後部座席に乗せてたとか、 助手席に乗せてたっていう、監禁のね、場所が、普通の人が乗ることを想定する場所だったらね、後部座席に乗せて監禁したとかね、あるいは助手席に乗せて監禁してたとか、人が本来乗る場所だったら、それは後ろから追突されても死ぬとは限らないんだけど、トランクに人を詰め、詰め込んでたら、トランクってのは後ろから車が突撃されたらもう、べしゃんってこう、潰れちゃうわけでしょ え、むしろだから、それは、あ後部座席にとってはトランクがクッションの働きをしてるわけで、潰れるようになってるわけですよ、あれ。え、だからそこに人を入れちゃったら、後ろから車がね、一び車が追突すれば絶対死んじゃうわけです。絶対死んじゃうような状況を設定してるわけですよね。トランクに人を監禁するっていうこと自体、こういう状況を設定してるわけです。後ろから車が追突されたら絶対結果が発生するような状況を。 だから、後部座席に監禁した場合とトランクに監禁した場合では結論が違ってくるはずです。この辺が択一とかで引っ掛けでよく出てくるからね。その辺を判例の読みどころで読んどくといいでしょう。いいよね。えー、結論としてね、トランクに、えー、トランク内に監禁した行為は死亡結果と因果関係があるよ、というふうに判事してますので。はい。で、まあ、この危険状況喪失型は一つの応用パターンなので、とりあえず今日のところは、 もう一度これ戻りますけど、この最初の2つですね、誘発型と直接原因型、これが認定できるようになりましょうそれがまずは目標です。で、先ほど言った、危険の現実化の考慮要素、これを出して論文では、判断メルクマールというかさ、考慮要素、判断基準、これを出して、認定するというのがポイントだよと。 ということを言いました。で、えーまあ、普通、多くの答案で使う考慮要素として、2つですね。まあ、考慮要素。 航路要素とか、まあ、判断基準とか、まあ、呼び方何でもいいですけど判断基準あるいはメルクマールでもいいですよ危険の現実化を判断する航路要素、えー 経在事情の異常性、これは一つ目、もう一つ、経在事情の結果への寄与度、これは二つ目、この二つの基準で判断すると、はい、これを考慮要素として、 論述した上で当てはめる。これが一般的なあ、まあ、書き方、論じ方になります。で、具体的にどういう当てはめの仕方になるか。えっ、ー、と、イメージはできましたか二つ。基本となる二つの類型。誘発型と直接原因型。これだから、直接現実化と間接現実化っていうふうに言ってもいいよ。 開催事情を経由して間接的に現実化していくっていう類型と、開催事情なんか意に返さず直接現実化したっていう、そういうタイプと、この二パターンね。で、この二パターンで問題がどっちだ、本件の問題がどっちなんだってことを分析した上で、まあ分析する視点は実はこれだけどね。開催事情によって結果が発生したのか、実行行為によって結果が発生したのか、もっと言うと死因が変わってるかどうかです。 元々の死因と同じ死因なのか、海在事情によって違う死因になっちゃってるのか、死因が変更されちゃってるのか。ここが、まあ、区別する視点ですけれども。で、どっちの類型かっていうのを見抜いた上で、当案上での書き方ですけれども、えっと、まず、異常性っていうのは、えぇ、ー、海在事情の異常性というのは、実行行為と海在事情に、ね、何らかの関連性、関係性があるかどうかっていうものです。えすなわち、 判例の言葉を借りると、誘発された、実行行為に誘発されている開催事情であれば、それは別に異常な開催事情ではありません。起こり得る開催事情ということになると。ところが、実行行為と開催事情が全く無関係、全然誘発してない。実行行為とは関係なし、無関係に開催事情が発生しているのであれば、それは異常な開催事情っていうことになります。 他方、介在事情の結果発生の寄与度は、ね、これさっき言ったように、死因を変更するほど大きな影響を与えてたら、寄与度は非常に大きいです。他方で、死期を早めただけとか、治療の効果が上がらなかっただけとか、その程度の影響しかなければ、寄与度は小さいです。従って、誘発型の場合は、こういう書き方になります。誘発型の場合、えー、確かに、寄与度は大きい。 開在事情の寄用度は大きい。開在事情によって結果が発生しているから、寄用度は大きい。しかし、その開在事情は実行行為に誘発されているから、この開在事情は異常ではない。異常性は小さい。異常ではない開在事情によって結果が発生している以上、 危険が現実化したと言えるこういう書き方になります。さあ、鋭い人はもうわかると思うけど、直接原因型は今度は逆になるんですね。確かに、実行行為と介在事情の間に何も関係がないから、ここ無関係に発生しているから、異常な介在事情です。異常性は大きいです。非常に異常な介在事情なんだと。ところが、この介在事情は、 大した影響を与えてない。指揮を早める程度の影響しかない。すなわち、死因を変えていないと。死因を変更していない。器用度は小さい。この程度の器用度の小さい介在事情であれば、無視していい。危険が現実化した。というふうに評価できる。 まあ、視点はだから、実行行為と介在事情の関係を誘発されているって、ここでね、えー、危険の現実化を持っていくか、実行行為そのものが結果を発生させたんだ、死因形成してるんだって、ここに着目して、危険の現実化に持っていくか、どっちかの類型で論じられるように準備しておきましょう。これ3つ目はちょっと応用パターンなので、えー、一旦置いときますけど、どっちかでね、えー、分析できる事案がほとんどですので。 よろしいですか。これが分析の仕方。ここまでいいですかね。 はい、で、本問はどっちの類型だと思いますか問題文もう一度出しますけどどっちの類型で分析できますかね確かに、ねえー、X が跳ねた後とオツがこういう行為をして死亡結果が発生していると,ところがオツは場所を変えただけだよねつまり死因は変わってないよ当初跳ねて出血多量で それで死んでるわけだから。結局、オツが場所を変えたことによって、医者の治療を受ける機会が奪われたってことは言えるけど、死因自体は何も変わってないわけで、元々の怪我が原因で、元々 X が跳ねたことが、あ、こうか。こうさんが跳ねたことが原因で X が死亡していると。これは直接原因型ですよね。確かに、こうはオツの行為をなんか誘発したとは言えないです。オツはオツで勝手にやっていくから。 オちとコウに何も関係性がないから、誘発した介在事情ではない。だその意味で異常性は大きいんだけれども、ところが、ね、死因は元々のコウの行為がそのまま死因となってるわけだから、これは直接原因型で危険が現実化しているというふうに評価できる場合なんですね。見ていきましょう。えー、4ページの下のところ。えー、っと、だからこの基準はさっき言った、 ねえー、異常性と、海在事情の異常性と、もう一度書いておくよ、海在事情の異常性と、寄与度ですね。 見ていくと第三者による、えー、オツがガレージに放置して、第三者による救助可能性を消滅させたという介在事情は確かにあって、でえー、とこれさ、死、え、因、ー、はっていきなり死因書いちゃってるけれども、えーと、まず異常性を指摘した方がいいです、確かにオツは、コーとは無関係にこの行為をやってるから、異常性は大きいよね。 誘発された開催事情ではないよね。えー、誘発されていないというメモを入れておきました。この開催事情は、こうの行為に誘発されている事情ではありません。無関係です。だから異常性は大きいです。しかしなんですよ。しかし、死因は変わってないよ。 X の死因はとこの死因が決定的に重要ですね死因は変更されていないとうが自動車で X をはねるという行為の危険が出血多量という死亡という結果となって現実化したんだと、ね、だから死因は変わってない以上この介在事情は機与度は小さい すなわちこれは直接原因型ですねよろしいでしょうかこういう分析ができればいいと思います ということで、えっ、ー、と、因果関係認められるから、過失致死罪ですね。致死罪が成立するよ、と。ここまでいいですか。で、次は今度、オツの方です。オツの方は、えっ、ー、と、同じ論点については、簡単にさっと見ていきますよ。え、まずは、オツも放置してるから、不作為だな。不作為の実行行為性。で、さっきと同じ基準で判断していきます。 えそうすると、えっ、ー、と、X を病院まで連れて行こうとしたから事務管理になっているよということで、まあ、これは法令上の地位だな。民法697条の事務管理を指摘してますね。えー、法令上の地位を指摘していると。あ、法令上の地位。 まあさっき X の方、あ、ごめんなさい、c の方は、同行法上の救護義務っていうのを指摘すべきだというふうに言いましたけど、O2、えー、の方は、まあ、事務管理が成立してるから、ね、この引き受けした以上一定の管理義務があるんだと。でただ、これはあくまでも民法上の義務だから、あイコール刑法上の作為義務になるわけではないです。前提として指摘するだけです。 プラスアルファでさっき言った先行行為とかね、排他的支配という事情が必要だよな。してみてみると、えー、オツは X をガレージまで運んでおり、第三者を X が発見する可能性は極めて低いと。はい、まさしく、自分で X を、ね、場所を移したと。で、第三者の救助可能性を消滅させたと、これが、オツが行った。 だいわば先行行為と言うべき事情でしょ先行行為とメモ入れました自分の行為によって X が救助される可能性を消滅させたんだからそれによって危険性を増大させたわけですからいいよね事故の責めに帰すべき自由で危険を増大させてるとまあもともと危険を作り出したのはこうの方だけど 本問ではね。もともと危険を喪失したのはこうだけど、その危険をさらに高めたというのがオツですね。これが先行行為でしょう。そして、一旦救助を引き受けて、もう誰も助けられないような状況に置いたんだから、これは排他的支配だよね。排他的支配。もうオツしか助けられないですよね。他の人が助ける可能性なくなりましたよね。はい、さっき言ったように、先行行為、あなたのせいで危険が発生したよと。そして、 排他的支配。あなたしか助けらんなくなりましたよ。この事情が出揃うと作為義務発生しますよね。はい。どんな作為義務を認定しているか。これですね。X のため救急車を要請し、同人の生命維持に努めるべき法的作為義務。この義務が発生してます。いいですね。この義務の内容を特定していると。 ね、しかも、きちんと内容が特定されてるから、これはいいと思います。ね、作為義務があるって書かないでね。どんな義務なのかを特定してね。えー、作為義務って言われると、な、何をすべき義務かわかんないからね。オツが自分自身で手当てすればいいっていうだけなのか、それともちゃんと病院連れてかなきゃいけないっていう話なのか、まあ、それはどこまで危険が切迫してるかによって変わってくるはずですけど、えー、本文では、オツ自身が手当てしたってもう無駄なわけだから、えー、生命を維持するため、あるいは救命するためにはもう病院連れていくしかないわけでしょ。 この状況に至っては。だから、ここで発生する義務は、自分が手当てする義務じゃないわけです。病院に連れてって、医者に見せる義務。っていうことになるわけですね。はい。これが義務の内容です。で、当然、えー、可能性容易性も認められると。えー、救急車を呼ぶことなんて、格別困難なことではありませんよね。はい。従って、実行行為性が認められる。こちらは、殺人の実行行為性を肯定しているということですね。 さて、えー、不作為の場合、じゃあ因果関係をどう判断すべきかというのが次の問題です。で、えー、っと、先ほどのこの救命可能性っていうね、えー、このキーワードで指摘した事情、病院に運ん,運んでさえすれば助かったと言えるんだよと、この事情ね。この事情をどう使うかっていう問題ですけれども、えー、一つ判例を紹介しておきましょう。 これです、ね、えっ、ー、と、判例集12ページえっ、ー、と、見てください。 直ちに被告人が救急医療を要請してさえいればね、十中八九道同の救命が可能であった。従って同場の救命は合理的な疑いをこれ程度に確実であった。はい。これいわゆる救命可能性と。つまり、ね、えー、作為義務をきちんと果たしていれば、救命できたよと、救命可能性。 この事情をこの判例は、ね、従って因果関係があると認めるという形で因果関係の認定する事情に使ってますねこれはさっき見た介在事情がある場合の危険の現実化の話とは違います。 滞在事情がある場合に危険が現実化したかどうかを見ているその判断とは違います昨夜犯でいうところのいわゆる条件関係にあたる部分ですね昨夜犯でいうとあれなければこれなし。 で作為判、えー、であれば,、えー作であればえー、あれなければこれなし。で、これ不作為の場合は、家庭的判断になるよと。あれなければのところがね、ここが家庭的判断になる。あれあればこれなしになると。 不作為は何かをしないことをだから、家庭的に判断せざるを得ない。求められた作為をきちんとやっていれば、あれあれば、これなし。死亡結果は発生しなかったと。この家庭的判断になるというところがポイントです。はい。この判例は、 したがって、この救命可能性をね、えー、この不作為の場合の因果関係のうちの条件関係の判断に位置づけています。えっ、ー、とね、ちょっと難しい話をちょっとだけしておくと、これは、まあ、現段階ではまだ理解しておかなくても大丈夫なんだけど、えっ、ー、と、講義ノート。 2ページ目かな。あ不作違反における結果回避可能性と因果関係。あの、ね、結果回避可能性ってのは救命可能性の言い換えです。これ言い換えね。結果回避可能性っていう言葉は。で、えー、今見た判例は、この結果回避可能性を,位置をどこに位置づけているかというと、因果関係に位置づけているから、この考え方にっていう方なんだけどね。 この因果関係の第一段階の判断としての結果回避可能性、究明可能性。こう、だから因果関係が二段階判断になるんですよ。条件関係があって、で、 もしね、海外事情がある場合はさっきの危険の現実化をまた判断しなきゃいけなくなるけど、介在事情がなければ別にこれ判断しなくていいけどね。介在事情がある場合は2段階になると。この因果関係の1段階目の条件関係にこのね、救命可能性、結果回避可能性を位置づけて判断すると。こういう枠組み。今見た判例はこうなってます。で、ただちょっとこれは違う考え方もあって、 でえー、このそれが考え方1なんですけどね、この考え方1の方が最近は判例の主流だったりするので、えー、一応ノート作っておきましたけど、まあ、ちょっとこの体系的な位置づけっていう話をすると難しい話になるので、まあ、そういう話があるんだぐらいで押さえておけば、今の段階ではいいです、あの考え方1は、この救命可能性は実行行為に位置,づけ位置づけるという考え方なんだけどね。 実行行為の方に位置づけて、だから、救命可能性がない場合は、そもそも実行行為性がないんだ、っていう判断になると。おまあ、考えてみれば、どんだけ頑張ったって助けられないと。どんだけ努力したって、もう死亡結果は回避できなかったんだ。っていう状況でね、ね、えー、要は法は不可能を強制できるのかと。義務を課せるのかとお。どんなに頑張ったって助けられなかったような状況で、あなた義務に違反しましたよ。 っていう評価ができるのかっていう問題意識があるわけです。で、どんなに頑張ったって助けらんなかったな。としたら、それは義務違反っていうのはかわいそうだと、義務違反っていうのは言えなくなるんだとを。そう考えると、実行行為性が否定されるよね、えー、作為、義務違反だっていう話ではなくなるわけ。だから、実行行為性が否定されて因果関係の前の段階実行行為性の段階で、えー、否定されるっていうことになるから、えー、これ結論が変わってきちゃうんですよ。こっちで否定すると犯罪。そのまま不成立。 故意犯は成立しない、殺人罪は成立しないと、まあ、過失はさておきね。ということになるんだけど、因果関係で否定すると、実行行為性は認めることになるので、実行行為性を認めた上で因果関係を否定することになるので、未遂が成立する可能性が出てくるんだよね、こっちの考え方をとると。 えだから、考え方1と考え,考え方2で、ちょっと結論が変わってくる可能性があるので、ちょっとこれは注意,注意すべき論点ではあるんだけど、えー、現段階からすると応用的な話です。えー、この結果回避可能性、救、ま、命、あ、可能性を実行行為に位置づけて検討するのか、ね、因果関係に位置づけて検討するのかという問題ですけれども、まあ、とりあえずは今見た判例のと、ねえー、通り、 因果関係のうちの条件関係に位置づけて、あれあればこれなしっていう関係があれば、因果関係が認められるよと。この仮定的判断をすれば、因果関係が認められるよという形で答案分析して OK です。で、ちょっと応用的な話として、もう少し先にこういうね、体系上の位置づけで結論が変わってくるっていうような、こういう論点が出てきます。まあ、頭出し程度に知っておけばいいでしょう。深く理解しておく必要が現段階ではないと思います。 はい。あと、答案見ておきます。はい。なので、不作為における因果関係判断で、キーワードは先ほど言った家庭的判断ことだな。これですね。家庭的因果関係。作為に出れば、結果が発生しなかったことについて、合理的疑いを超える程度に確実であった。あれあれば、これなしですね。で、この因果関係は危険の現実か、 ではなくて条件関係のことだけどねで本問ではオツが病院に連れて行けば確実に救命できたって書いてあるんだから、ね、だから因果関係は認められるよって認定すればそれで OK ですよろしいでしょうかしたがって殺人罪が成立すると まあ一応ですね、ちょっとこれ、えーと、因果関係の認定の後に本当は故意の認定が必要だから殺人罪、故意犯だから、ね、故意の認定を落とさないようにした方がいいですけどね。 えー、一番最初の冒頭でここの言葉出してるからこれでもう認定したつもりに多分なっちゃったなと思うけどここね死んでも構わないと思ってっこれですねこれさっき言った密室の故意ですね、えー、だから密室の殺意殺意が認められる故意が認められるとで死んでも構わないと思ってこの行為に出たんだから故意が認められると。 順番的には実行行為で因果関係でその次に行為が出てくるので主観面は客観面の次に出てくるのでここで認定しておく必要があるんだけどね場所としてははいということでしたえっとちょっと今日最初なので1問目しかも重たい論点が続々出てきたのでかなりゆっくりめでやりましたけれどもえもう1問だけパッと見て で前半をおしまいにしますか。じゃあもう一問第二問目まで。これはもうパッと見るだけにします。質問には B ランク。でえっ、ー、とこれはですね家帰って事案はあゆっくり見ていただきたいんですけれども行為だけ特定しておきますね。えまず、えー、この え、同社通用口の施錠を外して帰宅したって、これ、オツの行為です。まずオツの行為があります。で、この後、コウが、ね、建物の中に、建物内に入ってくると。これがコウね。B 社の建物の中に、誰もいない建物の中に入ってくると。で、バールで金庫をこじ開けて現金を盗む。これもコウの行為です。で、問題は、この後、火がね、 え燃え移っちゃって、えー、燃え移っちゃった火をそのままにして、その場から立ち去ったって、ここですね。不作為犯の論点はここで出てきます。この項の行為。その場から立ち去っちゃったと。で最後、もう一人行為者出てくんだけど、こいつも立ち去っちゃってるから、こいつ、兵さんね。 え平さんも出てくるけれどもとりあえずこの江さんの立ち,立ち去っちゃった声ここが今日検討できればまずはいいでしょうええー「オツの方はちょっとこれは共犯共犯論勉強した後でやった方がいいのでえとりあえず今日はだから復習の際はこの江さんのね えー、この現場から立ち去っちゃった孝さんの行為を中心に、あとはさっと見とくだけでいいです、この問題は。で、答案もさっと見とくだけでおしまいにしておきます。えー、先ほど見たあ、その不作違反の要件を、今度は放火罪で、えー、見ていくと。あ、ちなみにね、これも豆知識として教えておきます。えー、いわゆる不申請不作違反。 不審性不作為犯が、これが認定判例上認定されたのは、わずか3つだけです。これ知っといてください。判例上、さっき見た殺人、でもう1個は今見る放火、もう1個なんだかわかりますか、あともう1個あるんだけど、不審性不作為犯って何でも設立するわけじゃないからね、判例上この3つだけですよ、少なくとも、今,今のところ認定されてるのは。 もう一個は詐欺ですねこれ、格論で出てきます、また。誤、えー、振り込み、ご振り込み金の払い戻し請求あ最近そういえばありましたね、世間を騒がせてる事件があれは電子計算機詐欺というやつですけれども誤、えー、振り込み金を払い戻したり使っちゃったりすると当然、犯罪が成立するわけです。ね、誤っってて自分の口座に入ってきたお金ね。 すげえタイムリーな話題だな。はい。まあ、これ格論でやります。はい。えっ、ー、と、だから判例上3つだからね。えー、不審政策違反が問題となったのはね。で、今後、いろんな判例が今後出てくる可能性はあるけど、今のところはこの3つだけです。それも知っといてください。 で、えっ、ー、と、この在籍をパーっと確認しておきます。まず、建物内に立ち入ってますので、この辺のね、前提の犯罪は、パパッと、こう、一行二行でパッパパッと認定するだけでいいですね。まず、立ち入ってるから、建造物侵入が成立してるよと。で、建物の中で、現金盗んでるから、窃盗罪が成立してるよと。えー、この辺は、格論でね、もう少し一個一個の要件を見ていくけど、今のところはこれぐらいでいいです。え、ね、立ち入ったから侵入罪。 盗んでるから窃盗罪。とりあえずこれぐらいでいいです。で、問題はその後ですね。書類の束に石油ストーブの火が燃え移って、床に燃え移りそうになってるのを認識しつつ立ち去ってるから、ここで放火にならないか。不作為による放火にならないかと。で、実行行為のところだけ見ときます。実行行為え、先ほども言ったように、えー、結果発生の現実的検査を邪気する行為だと。そして、えー 不作為の場合には、法的作為義務の存在と作為の可能性、容易性をもって判断していくと。まあ、規範は同じね。で、あと当てはめ見とこうか。え、本文では、書類の束に火が燃え移ったのは、孔の手が書類に触れたからであり、ここだな、ここに先行行為があるんですね。孔自身の責めに帰すべき自由により、 焼損の原因を作出している。これが先行行為。そして危険を作り出していると。と自分の失火、自分の過失によって火を起こしちゃっている。また、そのまま放置すれば確実に燃え上がっていくということが確実な状況で、その場にはこうしかいなかったと。と いうことだから、排他的支配もあると。したがって、先行行為による危険の喪失があり、排他的支配関係もあるから、ね、作為義務が発生します。どんな作為義務ですか、ね、当然、火を消すべき義務だよね。消化すべき義務っていうふうになってますね。こういう義務が発生してますよと。まあ、もう少し具体的に書いてもいいけどね、どうやって消化するんだ まあ、そんなに具体的に問題文の事情から認定できないかもしれないけど、この辺が問題文の事情でもう少し書いてあったらもう少し具体的に認定する必要があるね。例えば、近くに消火器があったのであれば、その消火器を用いて自分で自ら消火に当たる義務でしょうし、そういう消火器具が近くにないってことであれば、当然すぐに119番通報して消防車を呼ぶ義務。 でししょうしその義務の内容ねもう少し問題文に事情が書いてあれば具体的に認定できるそういう場合もあると思います、ね、より具体的に認定するということを心がけてくださいあそっか本文は近くに消火器あったって書いてあるのかじゃあ自身消火に当たる義務でいいんだよ書いた方がいいですねここですねここですねここにありました 近くにあった消火器で容易に消せるって書いてあるから、この消火器を使ってすぐに消火に当たる義務が発生しているはずです。いいよね。結果を回避するための具体的な内容としては、消火器を用いて自ら消火に。 自ら消化当たる義務というふうに内容を特定しておきます。こういうふうに内容を具体的に書けてるだけでだいぶ印象が上がりますからねこの不作違反の問題が出た時は。 で、当然ね、この消火器を使って消すことは可能であり、容易であったんだから、可能性、容易性もあったから、実行行為性が認められるという結論になっている。はい。ここまで復習しておいてください。 で、えっ、ー、と、とりあえず、こうのところは、ここがきちんと認定できれば、今日のところはそれで大丈夫。で、おは、ちょっとこれは共犯論をやった後にもう一度復習した方がいいので、これは共犯論を学習した後ということにしておきます。で、兵の方も、兵の方も後見といていただければいいので、これもね、各自の復習に委ねましょう。えー、とりあえず、だから、あの、 中心的にやっとくのは、この、項の、えっ、ー、と、放火の実行行為の認定。この部分ですね。ここの部分をきちんと復習しておくと。ういうことで、今日はいいと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、一旦ここで、じゃあ、前半の講義は終了にして、10分休憩にします。はい。えー、じゃあ、後半の講義を始めていきます。じゃ続きまして、第3問。で、第3問は、えっ、ー、と、これも、えー、検討する部分は絞っておきますけど、 A ランクつけておきます。で、これも後遺者が3人出てくるんでね、こう、おつ、へ3人出てくるので、えっ、ー、と、復習の際にね、えっ、ー、と、どこを中心で検討しておくかっていうことは絞っておくけど、えっ、ー、と、ま,あ、まずはおつでしょうね。で、おつとへは検討できるといいでしょう。こうは後回しでもいいかなっていう感じです。この3人は。で、見ていくと、まず、おつが、えー 一番最初はオツですよね。オツは今の状況から逃れるには X を殺害するほかないと考え、殺意を持っていて、まずここで主観面出てくるから、これ殺意ありですね。殺人の検討ですね。えー、就寝中の X の頭部をゴルフクラブで数回殴出した、これオツの行為です。オツ。とチェック、メモ入れときます。 で、その後、こと兵がですね、ええー、この、X のまた場所を移動しちゃうわけだけれども、えっ、ー、と、もう似たような事案ですよね。で、ところが、兵とこはちょっと主観面が違うんですよね。兵は、ここですね。X がこの際死ねばいいと考え、だから、兵の方は殺意があるんですね。これは密室の行為ですよね。死ねばいいと考えてますから、殺意。兵の方は殺意があると。 ところが、こうの方は、病院の前であれば誰か見つけてくれるだろうから、X は死ぬことはないだろうと思ってます。だから、死亡結果に対して任用してません。任用してないから、こうの方は、これ殺意なしなんですね。いいかなだから、こうは殺人罪は成立しないよね。殺意がないから。 せいぜいぜ保護責任者遺棄、ね、の認定については、ちょっとこれはまた格論の知識も入ってきてしまうところなので、一旦は今日は後回しでいいです。 そう。結局だから、このね、ぐったりしてる X を車から降ろして病院の前の路上に寝かせて立ち去ったっていうのが、これは、兵と公が両方一緒にやってるんだけど、一緒にやってる行為なんだけど、主観面が違う。兵は殺意があって、公は殺意がないってちょっと複雑な状況です。まず、兵の方だけ検討できればいいでしょう。殺意がある方だけ。いいよね、兵はこんなこともやってます。一旦戻ったんだけど、その後また病院に戻ってきて、 うに黙って戻ってきて、X を人目のつかない植え込みの陰に運んで、誰にも見つからないような状態にして、放置して立ち去ったと、こんなことをやってる、これ、兵の行為ね、こんなことまでやって殺意を、殺意を持ってこんなことまでやってるから、これ、当然、殺人罪の検討ということになってくるでしょう。はい だから、オツがまず殺意を持ってぶ、ね、ん殴ってから、これは作為犯だよね、作為犯。で、その後と兵が、ね、放置して、えー、人に見つからないような状態に、えー、置いて放置したという形で不作為犯。だから、オツと兵の殺人を検討すると。で、甲は殺意がないから、これはね、保護責任者遺棄なんだけど、まあ、そこの検討はまあ後回しでいいかなと、そんな感じです。えー、復習の際のメリハリ付けとしては。で、見ていきます。 で、まず、オツの方は、作為犯だから、実行行為性はまあいいでしょう。ね、え頭、ー、部をゴルフクラブでぶん殴っていれば、それは殺人の実行行為性が認められるぞ、ということだね。まあ、本当はこの危険性を認定しなきゃいけないんだけどね。えー、構成要件的な結果発生の現実的な、具体的な危険、 えー、それを有する行為が実行行為ですから、本当はこれがどんだけ危険かってことを評価できるといいでしょう。まあ、この答案ではね、そこをはしょってますけど、危険性を評価する。 まあ、ポイント三つぐらい目も入れとくけどね。一つは狂気使ってるってことだよね。ゴルフクラブ。これで頭ぶん殴ったらそれは死ぬ可能性あるでしょう。狂気使ってる。狂気の危険性を指摘する。もう一つは頭だってことだね。頭部。まあ、身体の数要部って言ったりしますけど、頭部を狙ってると。ね、これは手足を狙うよりも、ね、圧倒的に致命傷を負わせる可能性高まりますよね。まあ、頭部だと、ね。狙った場所が頭部だということを指摘する。 もう一つは攻撃対応だな思いっきりぶん殴ってるってことね、えー、軽くこついだ程度じゃなくて数回オーダーしてるということだな攻撃の対応と、まあ、こういう事情を評価して危険性を指摘できると、ねえー、完璧な答案になりますけどね非常に危険な凶器を使ってしかも致命傷を与えられるような頭部を狙っていると。 しかも何回も殴っているということで、極めて危険な行為だから、殺人の実行行為に当たると。こういうふうに書くと丁寧です。はい。で、えー、ま、それはいいとして、問題は因果関係ですね。やはり、オツが殴った後に、このね、先ほど見たように、兵と甲が場所を移動するっていうことがね、介在しているので、これさっきと全く同じ構造の問題になってますね。で、因果関係の損比は危険の現実化だと。 基準を書いています。だけど、これもさっきと同じ添削を入れておきますけど、やっぱ判断基準を示したほうがいいですね。コール要素を示したほうがいいです。で、コール要素は、開催事情の異常性と、 結果発生への動だったな介在事情の寄与度でしたで本問はどっちの類型だろうかこれ結局死因は失血死だからやっぱりですねここねえっ、ー、と失血 失血死は治療がなされなかったことによるとか書いてあっけど、結局失血死なんですよね。死因は変わってないんだよね。だから、もともとオツが与えた打撃が原因で失血死していると。ういうことにはなるんですよね。はい。だから、やはり本門もこれは直接原因型で分析するんでしょう。で、当てはめ見ておこう。 えー、ゴルフクラブで数回オートする行為がその行為自体で死亡されている危険性が高い。確かに、怪我を負った X と同居している公平が X を遺棄するという行動に及ぶことは異常な介在事情だと。まあ、異常なのはなぜかというと、ね、別に、えっ、ー、と、オツの行為が誘発してるわけではないからってことな。オツの行為に誘発されてるわけではなくて、 方と兵は、おのの自分の意思決定でこの域に及んでるから、自分で勝手にやってるだけだから、オツの声に誘発されてるわけではないということで、異常性は大きい。しかしながら、場所を変えただけで、さっきと、さっきの問題と全く同じ構造だけどさ、場所を移しただけで死因は変えてないから、確かにそのまま手当てされてれば助かったかもしんないけど、だけど元々の死亡の原因を作ったのはオツさんですよね。えー、度は小さいと。 死期を早めただけだと。あるいは治療ができなかったに過ぎない。やっぱり決定的なのはここですね。X の死因はっていうことだな。失血死ですよと。死因は失血死だから、ここですね。この死因はオツの行為により喪失されている以上、はい。直接原因型ですね。 確かに異常な介在事情ではあるけど、器用度は小さいよと。死因は、もともとのオツの実行行為が死因を形成しているんだと。従って、オツの行為の危険が現実化したものと認められると。従って因果関係が認められる。はいで。これでオツの殺人罪は成立しますね。次。 兵の方、兵は殺意持ってるから、こっちは検討しておきましょう。え、やはりですね、死ねばいいと思ってってことで、こう殺意があるから殺人罪を検討することになるんだけど、兵の方は、さっきと同じで、場所を移して置いて逃げただけっていうことで、何か作為的なことはやってないということなんですよね。えー、そっか。でもまあ、置いて逃げたから、この答案では作為的な見方で認定してる。 だけにして、まあ、不作為で認知してもいいと思うけどね。えー、と、うん、この答案では、不作為の認定の仕方にはしてないってことか。で、そうすると、これはもう、ここ見とくだけでいいです。あの、不作為で作為義務を認定するっていうやり方もできると思うけれども、兵の,兵の行為はね。えただ、この答案では作為の方でに、まあ、要はまあ、場所を変えて、危険な状態を作ってるということで、作為だと、そういうふうに見てるんだな。 しかし、この辺から X はオツに頭部を数度ゴルフクラブで殴出され、意識を失っており、生命に高度な危険が生じている状態に、このような X を救護が受けられないように人目につかない場所に移動させる行為。うん、場所を移動させる行為っていうふうに見たら、作為犯で構成できなくもないんだけどね。こう見ると、作為犯で構成すると。作為犯で構成するんだったら、作為義務の認定はいらないから、もうこれで現実的危険性があるから実行行為に当たるって、これだけになってますね。 えー、出題の趣旨としてはこれは作為義務を認定させるのが出題の趣旨だったんじゃないかなというふうにも思われるので、えー、もちろんこれでもいいですよ作,、えー、作為違反で認定してもおかしくはないです、えー、おかしくはないけど、ねえー、これ不作為違反で認定させるのが出題の趣旨だったのではないかなというふうに思われる節もあるので、えー、要は助けないで逃げていると。 逃げてるって、結局、体は動いてるわけですよね。その場から逃亡してるわけだから、体は動かしてる。動作は、動作は起こしてる。動作は起こしてるんだけど、不作為ってのは、やるべきことをやらないでっていう意味付けがそこに与えられた時に、それは不作為というふうに評価されるわけですよ。単に逃げてるんじゃなくて、助けるべき義務があるのに助けないで逃げたと。そういう評価をした瞬間に、それは不作違反になるわけですね。 で、問題は、助けるべき義務があるかどうかが問題になるわけです。でだから、ここでは、兵が X を助ける、救助する義務があったのかどうかって、ここが一番の問題だから、不作為犯で検討する方が、出題の趣旨には沿うんじゃないかなという気はしますけど、まあ、これも一つの認定の仕方、まあ、現場で時間がなければ、こういう認定の仕方で逃げるしかないというね、まあ、テクニックの一つにはなるんですけどね、えー、作為犯で見てもおかしくはないとは思います。 だから不作違反で見る場合は兵の作為義務が認められるかどうかを検討することになるよとメモだけ入れとくねだからちょっと復習の際にこれにチャレンジしてみてもいいと思います兵に作為義務が認められるかどうか具体的には当然 X を病院に連れていく義務だよな えー、X を病院に連れて行き医師による治療を受けさせる義務というふうに書いておきましたこの義務が認められるかどうかが一番の問題、えー、先ほど言った先行行為による危険の喪失だとか、えー、あるいは排他的支配だとかそういった事情があるかどうか、えー、もともと1回病院まで連れてってるっていうことが先行行為だよな でさらに、場所を移動して誰も見つからない場所に置いたっていうことによって、もう排他的支配ですね。もう兵しか助けられない状況になってますよね。はい、だから先行行為もあるし、排他的支配もあるわけだから、え、だから、ね、えー、兵にはこういう作為義務が発生すると。もう兵しか助けられないんだから、助ける義務が生じると。で、その義務に違反して立ち去ってるわけだから、不作為反ですね。えー、作為義務違反としての、 殺人の実行行為性が認められると。こういう論証で検討してもいいです。まあ、出題の趣旨としてはそっちだったんじゃないかという気もします。 はい。えー、なので、復習の際は、このね、え、平野の作為義務を認定できるかっていう観点で、そっちで答案書いてみてもいいと思います。あとは見ておいてください。で、あと最後、こうの方は、これはですね、えー、保護責任者域の問題になるので、まあ、これは格論的な話も入ってくるので、えー、今日のところはね、殺人罪の、あの、認定ができれば、復習はそれでいいかなと思いますので、ここは、あ、格論の方全部終わった後でもう一度見ておくという形でいいと思います。 はい。じゃあ、第3問目はこれぐらいにして、第4問目行きましょう。4問目はね、これはもうこういう形での説問っていうのは予備試験でも司法試験でも,もう出ないので、こういう短い問題はね。これは C ランク。で、あとは、これ因果関係の問題だから、あとは答案を見て復習しておいてくれればそれで大丈夫です。 特にこの講義で、ね、論文の書き方として説明するところはないですのでね。答、えー、と、当案例が危険の現実仮説と相当因果関係説二つ出てるんだけど、まあご存知の通り、まあ今現在は危険の現実仮説が、まあ学説においても多勢ですし、判例の立場だというふうに言われてます。ところがまあ、10年前ぐらいまでかな。せいぜい。せいぜい10年前ぐらいまでですけど、ねえー、圧倒的大多数の通説は、 何て言うか、相当因果関係説の方が通説だと言われてた時代があったのでね、えー、その時代の名残で、まあ、相当因果関係説的なね、えー、論証も出てますから、まあ、この辺は択一対策としてもねで、あとそうだ、最近は司法試験でもね、えー、様々な見解から検討させるようなね、そういう説問が出たりするので、判例の立場だけ知ってれば解ける。 っていう問題でなくなってきてる側面があるんですね。あの、予備試験はそんなことはないんだけれども、あの本番の司法試験の方ね。本番の司法試験の方は、あいろんな見解、前提となる立場を指定されて、この立場から検討するとどうなるか、みたいなね。 えー、そういう問われ方をする問題がここ数年出てたりするので、えーまあ、そういう意味では相当因果関係説もきちんと把握しておくっていうことが論文試験との関係で、本番の司法試験では、ねえー、ある程度必要になってくることもあるかもしれないですけれども、とりあえずはまず危険の現実化、きちんと論証できるようにで、分析できるようにということがまずは目標、当面の目標なので、で予備試験についてはそれで十分だと思いますので、えー、今日やった、先ほどやった介在事情がある場合の危険の現実化、 の書き方。これをきちんと復習しておくことが今日の、まあ、目標になります。はい。まあ、説問4はこれぐらいです。で、えー、問題が、第5問ですね。これが本問の。まあ、えー、だからさ、えーと、今日復習すべきは、まず、ね、えー、最優先は第1問。一番最初の問題。で、その次、ね、えー、その次がこれです。これ A ランク。 えー、次の重要論点が出てきますこれはちょっと詳しく分析していきましょうで問題見ていきます暴力団の末端組員・公が組長である A から、えー、この車、まあ、A 社ですけどこの車を廃,棄にしようとう廃車にしようと思ってるんだが 手続きが面倒だから、お前、何度か行ったことある採石場に行って、ね、ガソリン巻いて燃やしちゃえ、というふうに指示したと。え、こうは、組長である A の指示であるから、これを引き受けた、ということで、採石場まで行くと。採石場は人立て離れた山な、え、山中にあり、え、夜間人が訪れることはもう滅多にないような場所ですと。そこで車燃やしてこい、という指示を受けたわけですね。で、夜になると、こうは一人、いい車を発進させ、採石場に向かったと。 え、こうが運転を開始してから1時間経った頃、トランク内から声が聞こえたと。助けてくれ、出してくれ、と。え、こうが、あー、道端に A 車を止めてトランクを開けると、なんとトランク内には、同暴力団の幹部組員である V が手足をロープで縛られて横たわっていたと。え、なんとトランク内に人が監禁されていたということですね。え、こうはこの時点で A が自分に事情を告げずに、 A 社を燃やすように仕向けて、実は V を殺すつもりだった、焼き殺すつもりだったんだ、ということに気づきました。え、こうは V を殺害することに躊躇しましたが、こう自身、日頃 V からいじめを受けて、V に恨みを抱いていたから、このまま閉じ込めたまま、A 社を燃やし、焼き殺すことを決意したということで、ここでこう自身に殺意が発生してますね。これ仮に、 気づかないままだったら、孔が気づかないまま、ねえー、トランク内に V がいることを気づかないまま車燃やして、結果として V が死亡したっていう話だったら、これは組長 A が殺人の間接性犯を遂げたっていう話になりますよね。孔を利用して、ねえー、事情を知らない孔を利用して殺人をやったということで、ねえー、あ組長 A が あそうでね、組長 A が公に指示して車を燃やさせてで V を殺したということであればあ組長 A の殺人の間接制犯が成立するそういう話になるんだけどところが本門のポイントは途中で甲が気づいてます気づいてその上で公は自分自身殺意を生じてここから先の行為を行うからここから先はだからもう組長の間接制犯という話じゃなくなってきますね 孔自身の殺人罪という話になってきます。まあ、この後甲が殺すわけだけれども、V をね。はい。そういう形で見ていきますよ。孔はあ、V があ声を出さないように、V の口を車内にあったガムテープで塞いだ上、再び A 社を運転して採石場に向かったと。甲は、V の口をガムテープで塞いだものの、鼻を塞いだわけではないので、それによって死亡するとは思っていなかった。ここをどう評価するか。 ここですね。ここ、はてなマーク。ここをどう考えるか。ガムテープで塞いだこと自体では死ぬと思ってなかったんです。でところがどうなったかというとえ、その後、山中のアクロを約1時間走行し、トランク内に V に気づいた地点から距離にして約 20km と。まあ、こういう時間とか場所が出てきたらちょっとチェック入れていた方がいいですね。どっかで使う可能性があるので。 どっかの要件を認定するときに時間的な、距離的な関係っていうのを、ね、そういうのを認定する必要がある。そういう場面が出てくる可能性があるから、まあこう,う時間とか距離とか出てきたら、チェック入れとくといいと思います。V はその間に走行により、車酔いによるオートしてガムテープで口を塞がれていたから、その吐し物が気管を塞いで、到着する前に死亡した。これ窒息死なんですね。実際にはね、ね えこう焼き殺すんじゃなくて、窒息死しちゃってるっていうことです。で、この後、車燃やすんだけど、これあの平成25年の司法試験の問題をえ解題してるから、ちょっと単純化してるんですけど、実際の試験問題ではこの後実際車燃やします。車燃やすんだけど、実は車を燃やす以前の段階でもう窒息死しちゃってました。そういう事案ですね。はい。で、これね、結局、殺すこと決意して、 でガムテープで口塞いで,で車ごと燃やして殺してしまおうと思ってで実際、車燃やすんだけど実はそれよりも前に死んでたってことなんですね。車あ口を塞いだ時点でもう、えー、窒息死しちゃってたということなので本人が思ってたよりも早い段階で結果が発生しちゃってますすこれを早すぎた構成要件の実現と言います。 本人が認識していた事情、時点よりも早い時点で死亡結果が発生していると。はい。これをどういうふうに分析していくのか。具体的には、口を塞いで車を運転した時点で殺人の実行行為だと言えるのか。この時点で実行の着手があったと言えるのかと。いいよね。本人の認識としてはあくまで口を塞いで車で運転するのは殺人に向けた準備行為だよね。最終的には、 火を放って車ごと燃やして殺そうと思っているから、本人の認識、まあ、犯行計画ですけど、犯行計画の中では準備行為に位置づけられるわけですよ。実行行為そのものではないわけ。口を塞ぐ行為は。ところが実際にはそれで死亡しちゃった場合に、その口を塞いで車を運転したっていう最初の行為を捉えてきて、これ実行行為って言っていいのかと。その時点で実行に着手したというふうに認められるのかと。ここが問題の所在になります。 はい、ちょっと見ていきましょう回答例このね、本人の犯行計画に着目すると結局第一行為第二行為というふうにつけてますね車ごと燃やして殺害するっていうのこれ第二行為でその前提として口を塞いでトランクに閉じ込めて車を走らせるこれを第一行為と。 第一行為、第二行為として捉えてます。そうすると本人の認識、計画としては、第二行為によって死亡させるっていう計画だったんだけど、実際には第二行為の実行以前に、もう第一行為の時点で死亡しちゃってたということになるので、第一行為の時点で殺人罪における実行の着手があったと言えるのかが問題となると。はい。 で、まあ、このね、早すぎた構成要件の実現という問題が出題されると、まあ、大多数の受験生が思い浮かべる超有名判例があるわけですけれども、えー、その判例を見ておきますけど、ただですね、この判例は非常に理解が難しい難解。で、えま、ー、未だにですね、学説においても、 この理解の仕方は統一を見ていないと、一致を見ていない、だからいろんな考え方がありうる判例です。非常に難しい判例です。だから、あまり深入りする話ではない、現段階ではね。でこの判例が一体何を問題にしたのかと、え実行の着手を認定するときにどういう要素に着目したのかと、基礎的な部分だけ捉えておくと、まずはそれが大事です。 ご存知クロロホルム事件というやつですね、判例集44ページに載っけてあります。判例集1、44ページですね、えー。クロロホルム事件、これ、星印つけておきます。 で、えー、まあ、これ品質だからね、え、択一とかでもよく出るし、もう超有名重要判例ですので、しっかり事案と、ね、えー、判例の中身は復習しておいていただきたいんですけど、ざっと説明しますと、このクロロホルムを使って失神させるっていうね、これが第一行為だよね。で、川まで運んで、車ごと崖から川に、えー、 転落させて溺死させるっていうのが第二行為でこれがだから第一行為第二行為と、えー、いう形になってますで、えー、とまず見てほしいのは 実行の着手を認定するときにどういう事情に着目したか、ここはまず絶対に捕まえておかなければいけない。45ページですね。えー、今見たように、実行犯3名の殺害計画は、クロロホルムを吸引させて失神させると第一行為ですね。その失神した状態を利用して、えー、V を港まで運び、自動車ごと海中に転落させて、溺死させるというね。 これ第2行為。第1行為、第2行為と。これさっき川って書いてあったけど、川に、え、川じゃなくて海になってますね。えー、川に転落させるっていうふうにさっき書いてたこっちは海になってますね。えー、海中に転落させてですから。はい。まあ、いずれにしろ第1行為、第2行為っていう形で犯行計画を立てていた。この計画に着目してますね。まず、犯行計画ではこうなってたよと。 その上でどういう事情を認定しているか。三つの判断基準というか、考慮要素。三つのメルクマール。はい、それを指摘しておきます。まず一つ目。第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであった。これ一つ目。二つ目。第一行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で、 障害となるような特段の事情は損しなかった。第一行為やったらもう自動的に第二行為まで行っちゃうよと。ベルトコンベヤーに乗っけたかのごとく、もう第一行為やったらそのまま第二行為まで自動的に行っちゃう。その間に何かハードルが生じると。障害が生じるっていうようなことは損しなかった。そういう事情は損しなかった。 いいよね。第1行為と第2行為の自動性とか言ったりしますけど、自動的に移行すると。だから、第1行為が第2行為の不可欠の前提になっていて、で、第1行為やったらもう自動的に第2行為まで行っちゃうんだと。こういう場合。え、そして3つ目。第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性へと。はい。これでさっきね、着目した、 時間とか距離っていう事情が出てくるわけですよ。時間的場所で近接性。はい。これらの事情に照らすと、第一行為は第二行為に密接な行為であり、第一行為を開始した時点で、すでに殺人に至る客観的危険性が認められるから、その時点において実行の着手があった。 さて、えっ、ー、と、もう一個、次の判例、名古屋交際。これも全く同じ認定論を使ってるんですけれども、見ておきましょう。えー、犯行計画としては、えー、名古屋交際の方ですけれども、自動車を衝突させて転倒させ、その場で刃物で刺し殺す。この二段階ね。まず、転倒させると。自動車で転倒させると。で、刃物で刺し殺す。 第一行為、第二行為ですね。こういう計画です。で、この計画によると、え、今見た。え、自動車を道場に衝突させる行為は、えー、刃物で刺すために必要な行為だ。必要だと。え、第一行為の必要性ですね。これ、丸一番。 さらに被告人の意思枠通りに衝突させて転倒させれば、それ以降の計画を遂行する上で、障害となるような特段の事情はない。もう、ね、車で倒しちゃえば、もうすぐに刺し殺すことが可能になるということで、丸2番。えー、自動車を衝突させる行為と刃物による一つ行為は引き続き行われることになっていて、 で、同時同所と言っていいほど時間的場所的に近接している。もうその場ですぐ第二行為を行う。そういう計画だった。丸三だとすると、自動車を衝突させる行為は、一つ行為と密接な関連性を有する一連の行為と言うべきである。 従って自動車を衝突させた時点で客観的な危険性が認められる。その時点で実行の着手があった。こういう認定ですね。同じ認定の構造になってますね。えー、まずは、いいですかこの3つの要素。必要不可欠性。特段の障害の有無。そして時間的場所的近接性ですね。 この三つの判断要素、判断基準によって、第一行為と第二行為のこの密接な関連性を判断するんだと。いいよね。第一行為と第二行為が密接な行為でありって言ってますよね。クロロホルムは。で、この名古屋地裁の方は密接な関連を有する一連の行為だという言い方をしてますね。この密接関連性の認定。 第一行為と第二行為が密接に関連しているという認定。まずこの認定テクニックを習得する必要がまずはあります。その上で、もう一歩踏み込んで考えておいてほしいのは、これ、そもそも第一行為の時点で死亡させる具体的現実的危険が発生していたら、そもそも第一行為、それ自体が殺人の実行行為になるから、 だから、別に第二行為との密接な、密接関連性なんて、検討する必要ないんじゃないかと。いう点が実はね、えこの問題を考えるにあたっては、あ検討しとかなきゃいけない点なんですね。言ったことわかりますかえ、最初の行為が危険だったらもうその行為だけで実行行為でいいわけじゃないですか。わざわざ、後ろの、え、その行為の後ろに、ね、こういう危険な行為をやる計画を立ててたんだと。 で、その計画上のね、第二行為と密接に関連してるから第一行為の時点でもうすでに危険が発生してた、してたんだよと。こういう説明する必要ないでしょ。第一行為、それ自体が危険だったら。だらこれ早い話、この事案でね、例えば自動車で衝突させてって書いてあるけど、時速100キロで衝突させる行為をやったんだったらもうその瞬間に実行行為じゃないですか。殺害する目的を持って、時速100キロで衝突させたらもうそれ絶対死ぬでしょ。 しかもうその行為だけで実行行為でいいはずなんですよ。本来はね。ところが、じゃあ、なんでこの事案は、この、第二行為との密接関連性をいちいち検討したんだと。それは結局、この事案は、この衝突させる行為がですね、時速100キロだったら問題なかったんですけれども、あ,あ、ここだな。時速20キロメートルぐらいなんですよ。次のページ。 46ページにこの事実認定があるけど。だから2 0トルぐらいで当てる行為だと、これはさ、必ず死ぬとは限らないじゃないですか。つまり、第一行為それ自体に確実に死亡させるような危険性を含んでないんですよね。それだけだと。第一行為だけだと。ところが、第一行為やった後に差し殺そうとしてたわけだから、差し殺すってもうこれは確実に死亡させる行為だよね。 極めて危険な行為がすぐ直後に控えてたから、だから第一行為の時点でもう危険が発生してたんだと。そういう認定をしたわけですよ。はい。だから、えー、ここでの問題の把握の仕方は、こういう把握の仕方になります。ペえっ、ー、と、講義ノート4ページ、えー。早すぎた構成要件の実現の累計1。 え、処罰範囲の訴求的拡張というふうに書きましたけど、すなわち、計画上ね、第一行為と第二行為があって、で、第二行為が殺害行為であることは間違いない。刃物で刺す行為は殺人の実行行為だということは間違いないんだけど、問題は第一行為の時点で着手が認められるかっていうことなんだよね。この名古屋交際の事案は、実は第二行為はやってないんですよ。車で当てて、 で、相手が倒れた瞬間に怖くなって逃げ出したっていう事案なのね。第二行為に及ばなかったんだよ。だ第二行為に及ばなかったけど、第一行為だけやった時点で、もしこれで殺人の実行の着手が認められれば、もうその時点で殺人未遂罪は成立するわけだよね。ところが実行の着手が否定されると、ね、これ殺人未遂は成立しない。せいぜい、えー、準備行為をやっただけだから、殺人予備罪に留まると。こういうことになるので、 え、これ実行の着手が第一行為の時点で認められるかってことが論点になったわけです。で、計画上の第二行為を見るのはどういう場合なのかというと、これさ、第一行為が、そもさっきも言ったけど、そもそも危険だったら、まずはだから第一行為単,大単体でね、単独で危険性を判断して、先ほども言ったように、時速100キロで車を当てる行為をやってれば、もうその瞬間にそれが実行行為でいいから、 第一行為単体、単独で高度の危険性があるんだったらもう第一行為が実行行為で何の問題もないはずです。ここまでいいですかでところが、このね、今見た判例の事案は、第一行為は時速 20km だから、死亡に至らしめることがあるっていうふうに書いてあるけど、死亡させることがあるんだけど、ただ確実とまでは言えないね。高度の危険性があるとまでは言えないんだよね。第一行為単体だと。 20キロで車ぶつけるっていうだけなので。で、そうするとですね、結局、第一行為単独で危険性着目すると、単独では危険性が生じていない。あるいは罰、もしくは三角ぐらいだな。危険性なくはないんだけど、抽象的な危険しか生じてなく、具体的な、ね、切迫した危険は生じていないというときに、結局第一行為単体で見ると、これ、予備罪にとどまっちゃうんじゃない準備行為にとどまっちゃうんじゃないか。 はい。ここが問題の所在なわけですよ。第一行為しかやってないような事案では、特に。で、ところが、ね、えー、待て待てと。第一行為単体で見たら確かに20キロで車を当てるっていう行為は、そこまで危険な行為。それ自体はそれそこまで危険な行為ではないけど、ね、ところが、本人の犯行計画を考慮すると、相手を車、ぶつけて相手を転倒させた上で刺そうとしてたんだよと。 指す計画の一端として、その指す計画の第一段階の行為として、車をぶつけてたんだよと。ってことはもう車ぶつけた時点で、生命に対する危険は非常に高まってたと言うべきじゃないか、ってことなんですよ。このね、第一行為単独、それ自体で見るとあんまり危険が生じてなかったとしても、次の段階。第一行為と第二行為を一連一体で危険性を判断した。ここに、 ポイントがあります。ここで第1行為、第2行為の密接関連性を、ね、密接性とか接着性とか言いますけど、これを判断しています。で、この接着性、密接性とか接着性のコール要素としてはさっき指摘した必要不可欠性、特段の障害、時間的、場所的な近接性、この3つの判断要素がありましたね。この3つで判断すると。 必要不可欠性があり、特段の事情、特段の障害もなく、時間的場所的にも近接しているとすれば、これは第一行為、第二行為を一連一体の行為として危険性判断しようと。一連一体の行為の一番最初の第一行為に着手した時点で実行の着手を認めるべきだと。だから第一行為の時点で未遂罪が成立するよと。 もし、この接着性、密接関連性が否定されれば、もうこれは準備行為というしかないから、第一行為は、それ自体は実行行為にならないので、予備罪にとどまるよと。だから、殺人予備罪なのか、殺人未遂罪なのかの分かれ目が、このね、第一行為と第二行為の密接関連性の判断、ということになるわけです。 ここまでいいですかで、これがまず分かっていれば、本問はきちんと問題提起できるんですよね。というのは、結局本文本、本問は、も、もともとはさ、だってさ、第一行為の内容を見ると、えー、口を塞いでるけど、鼻は塞いでないっていう話でしょ 口を塞いでるけど鼻は塞いでない。だから、結局、えー、呼吸はできるようにしてるから、第一行為それ自体は、確実に人を殺すような行為ではないんだよね。それが原因で今回たまたま死亡はしてしまったけれども、死亡結果発生しちゃったけど、え第一行為単体で評価するとさ、ね、口をガムテープで塞いでるだけだから、鼻は塞いでないから、呼吸を止めるような行為はしてないからさ。っていうことなんだよね。 だから、ここを問題の所在として、だから、そうね、さっきちょっと、本当は書いた方が良かったと思いますね。この第一行為の時点で実行の着手があったと言えるかが問題となるのはどうしてかというと、本文では、えぶ口を塞ぐだけでは、 すなわち第一行為単体ではって意味ね。第一行為単独で評価すると口を塞ぐだけでは死の結果の現実的な危険性が生じるとは言えないからと。 えすなわち第一行為単独だと殺人の実行行為とまでは評価できないからだから第二行為との密接関連性を検討する必要があるとえ第二行為とのまあ密接関連性と。 密接性といいううふうに書いておきます密接性の検討を検討するといいかな第2行為との密接性を検討するとで密接性があるんだったら第1行為の時点で実行の着手と言えるんだとこういう議論になっていくわけですこ問題の所在を把握することが難しいんですよねだからね で、えー、密接性の判断要素としてはさっきのね、えー、確実かつ容易に遂行するための必要不可欠性と、第一行為やったらもう第二行為まで障害がなくなるよと、とういう事情と、あと時間的、場所的な近接性。この三つの判断要素と。これはこれでいいと思います。で、これが認められる場合には、第一行為の時点で実行の着手が認められるよと。 さて、で、こっから先は当てはめですけど、当てはめは結構充実してますよね。この辺は参考にしてください。見ていきましょう。えー、本問で V は運転席にいる孔に聞こえるほどの大声で叫んでおり、そのままでは途中で誰かに気づかれて通報等により救助されかねないと。えー、そこで V の口を塞ぎ、トランクに閉じ込めたままにすれば、V は声を出して第三者に助けを求めることができなくなると。 ね、この辺はだからその、第一行為を評価してるんだよな。この辺いいですよね。え、また、え、トランクの中からはトランクを開けることができないので、トランクに閉じ込めることは、自力で脱出することができなくなると。著しく困難とすると。いいですね。このような状況下で火を放てば死亡することは確実。そうすると、 ね、部位から抵抗されることなく確実かつ容易に焼き殺すためには、口をガムテープで塞いだ上でトランクに閉じ込めるのは必要不可欠な前提行為に位置づけられるぞ、と。これいいですね。口を塞がなければ誰かに助けを求められちゃうかもしれない。トランクに閉じ込めなければ、ね、いくら火つけても、ね、逃げちゃうかもしれない。 え、それこそ後部座席に入れた、あの、後部座席に乗せただけだったら自分で中からロックを開けて逃げ出しちゃいますよね。トランクに閉じ込めたら自分では脱出できないです。だから、助けを呼べない状態にして、すなわち口を塞いで助けを呼べない状態にしてトランクに閉じ込めるという行為は、焼き殺すために、車ごと焼き殺すために必要不可欠な前提行為になってたんだよ、と。はい、これが一つ目の事情。 これなかなか丁寧な認定ですね。こういうふうにこう丁寧に認定すると非常に評価が高くなります。また、V の口を塞ぐことに成功した場合、採石場に至るまで他者に V が、ね、閉じ込められていることに気づかれることはもうまず考えられないから。でしかも採石場は人里離れた山中にあり夜間人気がない場所だと、この辺は問題文の事情をうまく使ってますよね。これ誰にももう気づかれなくなるでしょうっていうね。 え、ガソリンも用意されていたのであるから、部位の口を塞いでトランクに閉じ込めてしまえば、障害となるような特段の事情は損しなかったよと。これ二つ目の事情です。いいですね。第一行為さえ完了しちゃえば、もう自動的に第二行為まで移行できる。もう準備完了と。特段の障害は存在しないね、ということですね。 えー、だから第一行為と第二行為の関係性ですね。第一行為と第二行為の関係性。で一つは必要不可欠性と。第二行為をやる上で第一行為が必要不可欠。でもう一つは今見た第一行為やっちゃえば第二行為まで自動的に移行すると。 自動性と。で、最後、三つ目が、近接性ですよね。時間的、場所的な近接性。えー、見ていきます。二十キロ、一時間はまあいいけど、二十キロは結構離れてるよな。これ結構離れてます。二十キロは近いとは言えないよな。 だから、ちょっとこの辺は20キロしか離れてないから近いですって書くと、ちょっと変な答案になるから、ここはちょっと工夫してください。えー、計画において第2行為は第1行為から1時間強で実行できたといえ、また場所的にも近距離とは言えないが、この辺がね、こう心にくい書き方だよね。近いとは言えないよね。近いとは言えないんだけど、ただ車で移動してるでしょ。車で移動してるから、 当然、トランク内に閉じ込められていて、部位が。で、えー、はその運転席にいると。つまり、二人の位置関係は変わってないんだよ。車が移動しただけで、二人が置かれているシチュエーションは変わってないと。状況は変わってない。状況は変わってないの、そういう状況のまま1時間移動しただけということなので、えー、第一行為と第二行為の場所が20キロ離れてるっていうことは、そこまで重視すべきじゃないんだということを言ってます。距離が近いっていう評価はしてないです。 そこがポイントですね。距離が近いって言っちゃうと違和感があるから、20キロって結構離れてますからね。ところが本門では車に乗ってずっと移動してる以上は、あ20キロ離れてるってことは別に重視すべき話じゃないよってことですね。えー、最終的にはだから結論としては時間的場所的にも近接してるというふうにえ認定してますね。車で移動してることも考慮すれば、この辺が、これうまい認定だと思います。 はい、だ,だとすると、えー、第1行為と第2行為が密接に関連する一連一体の行為だということになるので、第1行為の時点で実行の着手が認められると、うんまあ、この、えー、密接関連性と、第1行為と第2行為の、えー、密接関連性を、まあ、ちゃんとこう認定してほしいですけどね。 第一行為と第二行為は密接に関連する一連一体の行為であると。だから第一行為に着手した時点で殺人の実行の着手が認められるんだと。はい、で、ここまでで一つの話としては簡潔でいいんだけどところでなんです。実ははクロロフォルムは これを学んでおくだけでは説明できないんです。それがクロロホルムが難しいとこなんですよ。えー、なんでこっちのこの名古屋高裁の方で今日説明したかというと、クロロホルムは実は、ちょっと事案が違っているからなんです。というのは、クロロホルムを吸引させる行為、ちょっとこれ、えっ、ー、と、判例集45ページにもう一回戻るけど、クロロホルムを吸引させる行為、すなわち第一行為だけど、第一行為の危険性って、どうなのっていうことを考えてみると、 クロロホルムの場合はさ、吸引させただけで死ぬんですよ。ここね。ここです。客観的に、これちょっと青で引いとくか。客観的に見れば第一行為は人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であったこういうふうに認定してるんですね。そうすると、ある疑問が出てきます。これなんでじゃあクロロホルムのこの事案で、一連一体性、密接関連性を 認定する必要があったんだろうかと。さっきも言ったように、第一行為、それ自体で、高度の危険性が認定できるんだったら、もうそれでおしまいなはずなんですよね。クロロホルムを吸引させる行為が、もう高度の危険だって言ってんだから、もう第一行為、実行行為でそれでいいじゃないですか。第一行為が、クロロホルムを吸引させる行為が実行行為ですって認定すれば、それでいいんじゃないのと。でところが、なんでこのね、第一行為と第二行為の密接関連性をね、 一連一体の行為と言えるかどうかっていう形で検討したのかと。ここがクロロホルムの判例の射程を理解する上で非常に難しいポイントになっています。一つの理解の仕方を言っておきます。まあ、ちょっとあの本文の解くにあたってはもうこれだけでいいんだけど、クロロホルムはよく出る判例なので、この判例の理解の仕方をね、一つの理解の仕方として解説しておきます。 この事案は第一行為は危険だから第一行為自体を実行行為と認定することはできるんですよ。できるんだけどところがクロロホルムを吸引させるという第一行為だけを捉えて実行行為だと認定するとある不都合が生じる事案でした。どういう不都合だったか。あそれが実はここに書いてある部位の死因が溺水にある窒息であるのか そうでなければ、クロロホルム接種に基づく呼吸停止等なんだけど、どっちか特定できなかったんですね。つまり、第一行為を実行行為として認、第一行為だけをね、第一行為だけを実行行為として認定したとしても、因果関係が認定できないんですよ。死因がその行為だって言えないから。どっちかで死んでるんだけど、クロロホルムを吸引させて、心停止しちゃったのか、 あるいは、溺水で窒息死しちゃったのか。どっちかなんだけど、どっちか認定できないんですね。だから、第一行為だけを実行行為として認定すると、因果関係が特定できないという不都合が生じちゃう。こういう事案だったんですね。だから、ちょっとクロロホルムは、問題の所在が実は違うんだって考えておくのが一つの理解の仕方。これが累計2としておきました。えっと、講義ノートの5ページ目ですけれども、 えー、因果関係不明な場合の結果奇跡というふうにタイトルつけておきました。同じようにね、一連、一連一体の実行行為っていうことを認定した。ここは同じなんだけど、違いは何かというと、第一行為それ自体で高度の危険があります。クロロホルムは。判例自身がそう認定してます。さっきも言ったけど、客観的に見れば相当危険が高い行為だって言ってんだからね。第一行為だけで実行行為を認定することはできるんですよ。できるんだけど、 死亡結果をどっちが死因になっているかが特定できない。こういう事案だったんですね。そうすると、各々の行為に死亡結果が奇跡できないってなっちゃうと不都合だから、だからこうしたわけです。第一行為と第二行為は一連一体の行為だよと。一連一体、もう一個の行為だと。 一連一体の実行行為だと見ちゃえば、結局ね、もうこれ一個の行為だから、どっちから結果が発生しているか関係ないわけじゃん、ね。この、この一連の行為からけ結果が発生したっていうことは間違いないから。いいよね。結局死亡結果を奇跡できるわけですよ。一連一体だって言えれば。いいよね。この、この一連一体の行為から、 この行為から死亡結果が発生したとこういう形になるから。だから、どっちから死亡結果が発生している死因がどっちだったかってことは関係なくなると。はい。クロロホルムはだから、第一行為と第二行為、どっちが死因だったのかわかんない場合に、第一行為と第二行為を一個の行為だと見ることによって、ね、結果を奇跡できると。ういう結論を取った。で、一個の行為だ で見るために必要なのはさっきの密接関連性だね。第一行為と第二行為が密接に関連しているかどうかってことを判断した。まあ、このメルクマールとしては同じですけど、必要不可欠性、特段の障害、えー、時間的場所で近接性。はい。だから、因果関係が特定できないぞっていう場合も、このね、えー、3つの判断要素で、まあ、このメルクマールは同じだから、ここはかん変わらないんだけど、 この丸一丸二丸三はね。この三つの判断要素で一連一体の実行行為だ、密接関連する行為だっていう認定をしてるわけだけど、問題の所在が違ってるっていうね。さっきのこの場合と。処罰範囲を第一行為の時点まで訴求させると。本来第二行為が殺人の実行行為だけど、それよりも早い段階の第一行為に殺人の実行行為を訴求させるんだ。訴求的拡張っていう事案と、クロホロルムみたいに因果関係不明だから、 まるるっととさせると結果を第1行為、第2行為を一体の行為と見ることによって一体的に軌跡させるとちょっと問題の所在が違っているというのが1つの理解の仕方ですだから早すぎた構成要件の実現というタイトルで、ねえー、論じられる事案は一応2つの類型に分けて整理しておきました、えー、とこちらはだいぶ難しい話ですね で、基本はこっちだから、こっちの手順で分析できるようにしておけばいいんだけど、こっちの手順で分析して、しておえ、できるようにしておけば、今回の問題も解けるからね。それでいいんだけど、ところがそれだけしか理解してないと、クロロホルムの事件、クロロホルムのこの判例が理解できなくなるので、 ねえー、なぜならクロロホルムは第一行為がそれ自体危険だって言ってんだからじゃあなんでこんな認定をしたんだっていうところが理解できなくなっちゃうのでその理解の仕方の1つとして問題の所在を分けておきましたクロロホルムは、ね、この因果関係を軌跡させるっていうね結果を軌跡させるっていうところに問題の所在があったんだとこういうのが1つの理解の仕方だと思います。 はいということで、えー、非常に難しい問題、これ、司法試験の、ね、問題だからね、これ、本番の司法試験の問題ですから、本試験の問題ですから、えー、難易度高いんですけれども、えー、第1回目にやる、扱う題材にしては、ちょっと難しすぎる話なんですけど、えーまあねえー、そこまで手を広げて、今日解説しておいたので、この辺のでも、当てはめは非常に参考になるので、ここはよく復習して、ねえー、分析しておくといいと思いますよで、自分でもこういう当てはめを再現できるようにしておくといいと思います。 はい。で、ええー、まあ結果因果関係、次のページ行きますけど、結果と因果関係はいいよね。死亡結果が発生して、ねで、しかも因果関係ももう認められるということでいいでしょう。第一行為から結果が発生してます。で、問題になるのは次は行為なんですけれども、えー、ここでは結局本人の主観、認識としてはあくまで第二行為によって死亡させようとしてたわけだよね。でところが、ね、 ここですよね。それによって V が死亡するとは思っていなかったっていうのは、第一行為によって死亡させるっていう認識はなかったわけですよ。だからここで客観と主観がずれちゃってるっていうことで、錯誤の問題が起きてます。え、錯誤の問題も扱っておきます。因果関係の錯誤というやつですね。あくまで第二行為で死亡させようと思ってたんだけど、第一行為で死んじゃってるから、死亡に至る因果経過が客観面と本人の認識、主観面でずれちゃってると。 ということになるわけで、すねで、えーまあ、この因果関係の錯誤については、こう錯誤論はま,あまた次回、詳しくやればいいと思っていたけど、まあ見ちゃいますか、えーと、リーディングケースの判例を1個押さえておけばそれでいいので、よいしょ。 えーと判例集は、えー、判例集22ページ、判例集22ページの、えーと、まずこれがリーディングケースですね、昭和53年の7月28日、これ、星印入れておきます。 えっと、半紙チェック入れておきますね。犯罪の故意があるとするには罪となるべき事実の認識を必要とするが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる。 はい、いわゆる法定的不合説、はいで。この法定的不合説、また、えー、とこれ、詳しく説明をする機会があると思うんだけど、この考え方によると、 と、結局、因果関係の錯誤も、どうなるか。え、法定的に符号してればいい。だから、同一の構成要件に該当する事実を認識してれば、濃いありなんですよね。典型的には、こういう場合ですよね。客観面は、客観面は、こうは、X を殺害したんだと。ところが、主観面、主観面は、 Y を殺害する認識だったとところが、え、客観的には X に死亡結果が発生しちゃったと。はい、これ、具体的事実の錯誤の典型例ですけれども、これ、X も Y もいずれも、人。構成要件的には、199条の人。 に該当する事実だよね。X であろうと Y であろうと。これが法廷の範囲内で符号しているということの意味です。同じ構成要件に該当する事実を認識してるんだから、故意はあるんだよと。X だろうが Y だろうが関係ありません。人に該当する事実を認識していると。えー、199条は人を殺したものって書いてあるわけでしょ。人に該当する事実を認識していれば、殺人の故意はあるわけです。 X だろうと Y だろうと人なんだから同じ構成要件事実でしょこれが法定の範囲内において符号しているということの意味ですでこれと同じように因果関係についても同じなんですよえ客観的にはえぇが X を殺害する甲が X を殺害する過程で客観的には A という因果経過を辿っちゃったと。ところが、主観的には、甲が X を殺害する過程で、本当は B という因果経過で殺害するつもりだったと。これがまさに本問の場合だよね。本当は焼き殺す、焼死させるという、こういう因果経過で死亡結果発生させるつもりだったんだけど、実際には、窒息死。 っていう形で死亡結果発生しちゃってるから、因果経過がずれちゃってると。客観と主観で。で、ところがこれも同じように分析すればいいわけです。A と B が、これが両方とも殺人罪の因果関係が認められるんだったら、ね、 いずれも因果関係がある事実であれば、それは199条に該当する事実の認識をしてるわけじゃん。殺人罪に当たる事実の認識があるわけだよね。あの、これさ、こういう説明をするとちょっとわかりづらく聞こえるかもしれないけど、あの、因果関係についてさ、つまり殺人罪の因果関係ってこれ危険の現実化ってさっきやったけど、危険の現実化を 危険の現実化が否定されるような因果経過を認識して殺害行為に及ぶやつなんていないでしょ。これやって死ぬことはないんだって思って殺害行為に及ぶっていうのは、それは殺害行為じゃないですかそもそもね。殺害行為に及んでる以上は、この行為によって相手が死ぬんだ。そこは因果関係が認められるんだ。 で普通は、通常は因果関係が認められるような事実関係を、因果経過を認識した上で殺害行為に及ぶわけだから、主観面の、今言ってる話で言うと、この B だね。この B が、因果関係が否定されるような事実関係を認識してるなんてことは、普通はありえないんですよ。だから、結論から言うと、この結論だけ知っといてください。因果関係に錯誤があっても、行為が否定されることは、まずありません。ありえないと言っていいでしょうね。 え、因果関係が、因果関係が否定される事実経過を認識しながら殺害行為に及ぶ奴はいないから。従って、客観面に因果関係認められるし、彼が認識した因果経過でも当然因果関係認められるから、ね、両方とも殺人罪の因果関係を満たす、そういう事実を認識している以上は、殺人の行為があるよと。こういうふうに論証すればいいわけです。はい。じゃあ、当てはめ見ておきまあ、えっと、論証から見ていくか。 え論証はあ、ここだな、認識した事実と実現した事実とが構成要件的評価として一致する限度で、えー、実現事実について声が認められると。えー、判例の言葉はね、法定の範囲内において一致という言葉を使ってましたけど、まあ構成、同一の構成要件っていう言葉でもいいし、構成要件的評価として一致するでもいいし。 えー、この辺の言葉はどちらでもいいです。でそうすると、行為者が想定していた因果経過と現実に発生した因果経過が食い違っていたとしても、ね、どちらも、そのどちらも法的,、えー、法的因果の範囲内であれば、その食い違いは重要ではなく、故意は阻却されない。とえー、要は、彼が認識した事実関係でも殺人罪の因果関係はちゃんと認められるということであれば、故意は阻却されない。ということだな。で、彼が認識した事実経過を見てみると、焼き殺すっていうことでしょ 焼き殺すことによって死亡させるという認識だったんでしょ。えー、これ、車に火つけて、焼死すれば、当然因果関係認められますよね。殺人罪の因果関係が認められるような事実を認識してるんだから、故意ありということですね。従って、公が認識した因果経過と実際に生じた因果経過、どちらにおいても法的因果の範囲に含まれる。どっちも因果関係が認められるよと。従って、故意は送却されないと。 はい、これが錯誤の処理ですで因果関係の錯誤についてはだから故意を阻却するなんて場面は基本的には想定できませんこれも知っておくといいでしょうまあ相手の顔面を一発殴れば雷が落ちて感電死するはずだと思って殴ったとかね そういう場合には、それは因果関係認められる事実を認識してないなってなるかもしれないけど、それそもそも多分実行行為性がないでしょ。殴ってるだけだから。顔面殴ってるだけだから、実行行為性がないって、そこで切れちゃう話なので、そもそもそういう場合、因果関係の問題いかないし、殺人の行為の問題にならないでしょ。 そうすると結局、客観的に実行行為性が認められるような場合で、で、えー、通常はね、えー、相手が死ぬような因果関係を認識しながら行為に及んでるわけだから、あーだからやはり因果関係に錯誤があっても、まあ、すなわち自分が認識した違う経過とは違うね、自分が認識した経過とは違う経路を辿って死亡結果が発生したとしても、それによって行為がないってことにはならないです。はい。ということでした。えー、第5問はよく復習しておくといいでしょう。 次第6問これは B ランクで1個ランク落としておきますうんでこれはね見とくだけでいいぐらいな感じですね殺意を抱くに至ったってなってるから殺人のメルクマールがここにあるよと出羽、えー、包丁で1回突き刺してるこれはこうの行為だな でさらに途中から「オツ」が出てきて「オツは、ね」は死んでしまった方が良いここにも殺意がありますね両方殺人のメルクマールがありますで A をそのまま放置したまま外に出ていったっもう今回このパターン多いですねこれが「オツ」の行為と,ということは両方とも殺意を持っているので殺人で検討するっていう、ね、典型的な問題になってますねであとはさっと答案を見てこの問題はおしまいにしましょう えっと、前提犯罪は端的に認定。だからまあ、住居侵入罪は1行2行でいいです。 うん、ただ本当はね、この、住居の平穏を害するからって、これは判例の立場とはちょっと違うんで、ちょっと直しとくか。これ格論だけどね、えー、平穏侵害じゃなくて、判例の立場は管理権侵害なので、あるいは住居権侵害なので、えー、住居権者の意思に反するですよね。住居権者である、住居権者である A の意思に反する。 立ち入りだから住居侵入罪が成立するっていうふうに書くのが判例の立場ですね住居権者である A の意思に反する立ち入りだから住居侵入罪が成立すると平穏を害するっていう立場は判例の立場とちょっと違うんでちょっとここは三角でえ殺意を持って で腹部を1回突き刺しているとこれ殺人の実行行為だとで死亡してないから殺人未遂だということだなで殺人未遂までは良くてそっから先ですね、えー、救助行為を行っていると119番通報をしようとしているということでここでは中止未遂ですね、えー、中止未遂の検討をしています、えー、ちょっと条文を確認しておきましょう43条、えー、刑法43条を開けてください 43条は未遂の条文で、えー、43条本文から見てね。犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者はその刑を減刑することができる。これ本文ね。この本文は通常の未遂違反ですね。障害未遂というやつだ。で、正し書き。これが中止未遂というやつね。正し書き。ただし、事故の意思により犯罪を中止したときはその刑を減刑しまたは免除する。だから、効果が違ってますね。 障害未遂の場合は、刑を減刑することができる、だから任意的な減刑。それに対して、正し書きの中止未遂であれば、減刑しまたは免除する、だから必要的。で、しかも免除もあるから、必要的減免。いいね。必要的減免。はい、そこで必要的減免を受けられるかどうか、っていうことで、ここで中止未遂の成否を検討すると。これね、えー、ちょっとキーワードっていうか、スローガン書いておきます。 中止犯は、未遂が前提だからね。未遂じゃないのに中止犯検討してる答案が結構あるんだけど、これ気をつけてね。未遂じゃないと中止未遂の余地はないですからね。中止犯は未遂が前提ですから。未遂っていうのは2パターンあります。結果が発生していない。死亡結果が発生していないから未遂のパターンと、 死んじゃってるんだけど因果関係が否定されて未遂になってる場合。いずれかです。いいですかえ結果不発生、結果不発生の場合か、 えー、因果関係なしの場合か。いずれかです。いずれかの場合になんないと、中止未遂の検討の余地はないからね。これ気をつけてね。未遂じゃないのに、なんかこう、救助行為みたいなことをやってる事案があると、事案が出ると、ね、中止、中止班の成否を論じる答案が結構続出するんだけど、ね、えー、それ引っ掛けだからね、未遂になってなかったら、そもそも中止犯成立する余地ないですからね。これ気をつけてくださいね。はい。 で、まあ、注意点としてはこれぐらいで、あとはその一個一個の要点、要件を見ていくということでいいと思います。えっ、ー、と、43条正し書きは、K の、さっき見たけど、必要的減免なんだよね。えー、障害未遂よりもより有利な効果を定めていると。で、これは責任避難を減少させるからだ、といわゆる責任減少説。 責任避難の減少が必要的減免の根拠だとすると真摯な努力があればいいんだとさらには事故の意思によりというのはこの任意の判断はですね事故の意思によりというのは外部的障害がないのに事故の意思によって中止行為をしていればいいんだとこれ解釈論。 まあ、責任減少説から主観説いわゆる主観説というのを導いてますけどこの辺は、えー、と入門講座のテキストを見ながらちょっと復習しておいてください。発したができなかった。 こういう場合であれば43条本文なんですね、えー、いわゆる障害未遂になりますでこれに対してできたとしても欲しなかったこれが事故の意思によりなんだと が43条正し書きなんだとこれが中止未遂だよ、まあ、いわゆるフランクの公式というやつです 大変なことをしてしまったと後悔して、死血し通報しているから、これは、ね、事故の意思によりと言え,言えるよと。できたとしても欲しなかった場合だよということですね。でさらに犯罪を中止したというためにはさっき言った真摯な努力が必要なんだけれども、えー、真摯な努力があるかどうかっていうのは、これはちょっと評価は分かれるかな、本門の事案は。結論はどっちでもいいけどね。 119番通報することなく、オツの言葉を信じて逃げちゃってて、これで真摯な努力って言っていいかどうか。これは真摯な努力とは言えないでしょうっていう結論もあり得るし、他方で、ま、やるべきことはやってるから、ま、真摯な努力をしたっていうふうに判断できるよっていうふうに述べても、それはそれで別に間違いではないです。ここは結論どっちでもいいかなと思います。この当てはめのところは読んでおいてください。この答案は真摯性を認めてますね。 やるべきことは全部やってるから、真摯な努力をしたと言えるよと。従って中止未遂だと。中止判が成立するという結論にしています。はい。で、最後はオツですね。オツはさっきと同じ、全く同じパターンなので、この放置行為が殺人の実行行為に当たるかということを検討しています。でその上で、 今度は不作、不作為で検討してますね、ちゃんとね。放置した行為が、不作為の実行行為が認められるには、作為義務と作為の可能性要因性で判断するぞと。さっきの基準を出して、で、当てはめています。オツには119番通報をしようとしている孔を騙して、孔の通報を妨げるという先行行為が認められる。この行為をしたことで危険性を高めているということだな。先行行為を指摘してますね。 えー、そして、かかる行為により、A と同居しているオーツは、排他的支配下に置いていると。うん、まあ、わずか3行だけど、ポイントは、あの、鋭く指摘してるから、まあ、これはこれでいいと思います、ね。3行ぐらいの当てはめだけど、ポイントはちゃんと指摘できてるからね。先行行為をして、まあ、本当は先行行為が認められるだけじゃ不十分だけどね。先行行為によって、ね、危険を、まあ、 増大させていると危険の増大ともともと危険を作り出したのはこうの方だけどその危険をさらに高めていると先行行為によってでしかも結果発生を防止できたのはね結果をコントロールできたのはオツしかいなかった排他的支配。 いうことで、作為義務ですね。作為義務の内容は、A の生命の維持のために救急車を要請するなどの義務って書いてありますね。いいですね。ここも、作為義務の内容を具体的に認定しています。作為義務の内容。こう内容を具体的に認定できてるだけで、 え、印象がぐっと上がりますからね。ここ気をつけてね。え、救助義務とか、ね、え、保護義務とか漢字四文字で書かないように。これちゃんと内容をね、救急車を要請して、ね、えー、きちんと病院にね、え、A を搬送する。そういう義務なんだよ、ということですね。で、それは可能であり、容易だということで、可能性、容易性もちゃんと認定してます。あの、すごく短いけど、端的に認定できてて、ここはこれでいいと思いますね。はい。従って殺人罪が成立するよ、ということになってますね。 え、ま、ここも合わせて復習しておくといいかな。えー、なので、ま、えっと、今日えっと、一応今日ここまでにして、えっと、とにかく復習すべき問題は、第1問と第5問です。第5問。で、合わせて復習しておくのが、ま、B ランクをつけた、え、今、今やった第6問とかね、あるいは第2問とか、この辺を、ま、余裕があれば手を広げて復習しておくと、いうことでいいかなと思います。 はい。で、今日はちょっと6問目まで進んだけど、次回以降はもう少しスピードアップして進めていかないと、最後まで終わらないということになりますので、えっ、ー、と、だいたい1回につき8問から9問進むことを目安に進んでいくので、えー、授業の冒頭でガイダンスした通りですね、えー、次回以降はあらかじめ説問を検討して、えー、答案構成をした上で、えー、講義に臨むと。 お、こういうことをしていただければ、あの、学習効率が高まりますので、えー、そこをお願いします。ということですね。で、合わせて今日やったところの復習と、えー、こういう形で進めていきましょう。はい。じゃあ、第1回の講義はこれでおしまいします。お疲れ様でした。